ゴータマブッダ呼吸瞑想法経典アーナーパーナサティスッタ中部阿言経第118よりパーリ語原典からの和訳序章1説法の背景ゴータマブッダの説かれた教えを信奉する私はこのように聞きました。ある時世尊バガヴァーはサーバッティ舎衛城の東音六摩講堂に次のような多くの有名な皇帝たちと共に滞在していました。サーリプッタ、マハーモッガーラーナ、マハーカッサパ、マハーカッチャーヤナ、マハーコーティタ、マハーカッピナ、マハーチュンダ、アヌルッダ、レーヴァタ、アーナンダ、およびその他の有名な皇帝方です。序章に集団指導。そこにおいて、長老の修行者たちは、諸法の修行者たちの指導に当たっていました。ある長老の修行者たちは、住人の指導をし、ある長老の修行者たちは、20人の指導をし、ある長老の修行者たちは、30人の指導をし、また、ある長老の修行者たちは、40人の指導をしていました。このようにして、新参の修行者たちは、長老の修行者たちの指導により、着実にこの上なく優れた修行地を身につけていったのでした。ちょうど半月に一度の自制集会である不殺ウポーサタの15日、ウアン語の終了反省会の実施、パワーラナにあたる満月の夜、世尊は修行僧たちに囲まれて野外に座っていました。それから世尊は静かに座っている修行僧たちを見渡してから次のように話されました。序章3暗語の延長。修行僧の皆さん、私はこの正しい修行の道に熱心に取り組んでいるのです。私はこの正しい修行の道に精魂を込めて取り組んでいるのです。ですから、修行僧の皆さん、まだ得ていないことを得、まだ成し遂げていないことを成し遂げ、まだ悟っていないことを悟るため、さらに熱心に修行してください。それで私はここサーバッティに暗語の開始から4ヶ月目にあたるカッティカー月のコームディの満月に戻ってきましょう。その地方の修行僧たちは世尊が暗語の第4ヶ月目のコームディの満月に戻ってくると聞き、世尊に会うためサーバッティを訪れました。序章4野外の法話。そこで長老の修行僧たちはさらに献身的に諸法の修行者たちの指導を続けるのでした。ある長老の修行僧たちは住人の指導をし、ある長老の修行僧たちは、
20人の指導をし、ある長老の修行僧たちは30人の指導をし、またある長老の修行僧たちは40人の指導をしていました。このようにして深山の修行者たちは長老の修行者たちの指導により着実にこの上なく優れた修行地を身につけていったのでした。そうして世尊は次の不殺の15日、安吾の4ヶ月目のコウムディの満月の夜、修行僧たちに囲まれて野外に座っていました。それから世尊は静かに座っている修行僧たちを見渡してから次のように話されました。序章5、相談の価値。修行僧の皆さん、この相談の人々は無益なおしゃべりをしません。修行僧の皆さん、この相談の人々は無駄なお話をしません。この相談は本当に清らかそのものです。修行僧の皆さん、この相談は世の人々から親切な接待を受け、供養を受け、合唱されるにふさわしいものです。それは多くの利益をもたらすこの世の最高の福田のようなものです。修行僧の皆様、この相談はささやかな施しも大きくなって跳ね返り、大きな施しはさらに多大になって跳ね返る、そのようなものです。修行僧の皆さん、この相談は世において容易には見られないような、そのようなものです。修行僧の皆さん、この相談はどんなに遠くからでも食料を携帯して尋ねる価値のあるような、そのようなものです。修行僧の皆さん、この相談はそのようなものです。修行僧の皆さん、この相談はそのようなものです。序章6、アラカン不念。修行僧の皆さん、この相談の中にはアラカン、アラハントであって煩悩がつき、修行を成就し、行うべきことを行い、重荷を下ろし、自己の理想を達成し、あらゆる執着を断ち切り、完全な知恵を得て解脱した僧がいます。修行僧の皆さん、このような僧たちがこの相談の中にはいるのです。修行僧の皆さん、この相談の中には欲張り、怒り、体への執着、疑い心、戒律への執着という心の汚れである五花分欠をすべて断ち切り、化粧、精神エネルギー天変形態として別の次元の境地に移行して、その次元の世界からもう戻ってこないもの、不現、
アナーバッティダンマになった僧がいます。修行僧の皆さん、このような僧たちがこの相談の中にはいるのです。序章7、一来夜。修行僧の皆さん、この相談の中には、体への執着、疑い心、戒律への執着という心の汚れである三欠をすべて断ち切り、頓陣地、欲張り、怒り、無知という三毒を弱めて、一来、サカダーガーミンとなり、次にもう一度だけこの世に戻ってきて、苦に終止符を打つ僧たちがいます。修行僧の皆さん、このような僧たちが、この相談の中にはいるのです。修行僧の皆さん、この相談の中には、体への執着、疑い心、戒律への執着という心の汚れである三欠をすべて断ち切り、夜、ソーターパンナとなり、俗悪に落ちることなく、決意を固くして、正しい悟りへの聖なる流れに心身を預けて前進している僧たちがいます。修行僧の皆さん、このような僧たちが、この相談の中にはいるのです。序章8、修行項目。修行僧の皆さん、この相談の中には、四念住、チャッターリ・サティパッターナーニの実習に励んでいる僧たちがいます。修行僧の皆さん、このような僧たちが、この相談の中にはいるのです。修行僧の皆さん、この相談の中には、死生聞、チャッターリ・サンマッパダーナーニの実習に励んでいる僧たちがいます。修行僧の皆さん、このような僧たちが、この相談の中にはいるのです。修行僧の皆さん、この相談の中には、死迅速、チャッターロー・イッディパーダーの実習に励んでいる僧たちがいます。修行僧の皆さん、このような僧たちが、この相談の中にはいるのです。修行僧の皆さん、この相談の中には、五根、パンチェンドリアーニの実習に励んでいる僧たちがいます。修行僧の皆さん、このような僧たちが、この相談の中にはいるのです。修行僧の皆さん、この相談の中には、五力、パンチャ、バラーニの実習に励んでいる僧たちがいます。修行僧の皆さん、このような僧たちが、この相談の中にはいるのです。修行僧の皆さん、この相談の中には、七覚士、サッタボッジャンガーの実習に励んでいる僧たちが
います。修行僧の皆さん、このような僧たちがこの相談の中にはいるのです。修行僧の皆さん、この相談の中には聖八正道アリヤ・アッタンギカ・マッガの実習に精進している僧たちがいます。修行僧の皆さん、このような僧たちがこの相談の中にはいるのです。修行僧の皆さん、この相談の中には自、メッタの実習に精進している僧たちがいます。修行僧の皆さん、このような僧たちがこの相談の中にはいるのです。修行僧の皆さん、この相談の中には非カルナーの実習に精進している僧たちがいます。修行僧の皆さん、このような僧たちがこの相談の中にはいるのです。修行僧の皆さん、この相談の中には気ムディターの実習に精進している僧たちがいます。修行僧の皆さん、このような僧たちがこの相談の中にはいるのです。修行僧の皆さん、この相談の中にはシャ・ウペーカーの実習に精進している僧たちがいます。修行僧の皆さん、このような僧たちがこの相談の中にはいるのです。修行僧の皆さん、この相談の中には不浄観の実習アスバ・バーバナーに精進している僧たちがいます。修行僧の皆さん、このような僧たちがこの相談の中にはいるのです。修行僧の皆さん、この相談の中には無常僧アニッチャサンニャの実習に精進している僧たちがいます。修行僧の皆さん、このような僧たちがこの相談の中にはいるのです。修行僧の皆さん、この相談の中には呼吸瞑想法アーナーパーナサティの実習に精進している僧たちがいます。修行僧の皆さん、このような僧たちがこの相談の中にはいるのです。序章9実習序は、修行僧の皆さん、アーナーパーナサティ呼吸瞑想法を実習し深めるなら大きな成果と功徳が得られます。修行僧の皆さん、アーナーパーナサティを実習し深めるなら、サティパッターナ、四念住を完成させます。サティパッターナ、四念住を実習し深めるなら、七覚士、七つの覚醒の要因を完成させます。七覚士を実習し深めるなら、明智、完全な理解、実践力と下脱、完全な心の自由を完成させます。
ゴータマブッダ気づきの4つの確立の経典サティパッターナスッタ四念住経四念処経中部阿言経第十よりパーリ語原典からの和訳序章1説法場所セソンバガバーがカンマッサダンマというクル国の市場町に滞在していたある時、私はこのように聞きました。序章に一条道、世尊は修行僧、ビクたちに呼びかけました。修行僧の皆さん、修行僧たちは答えました。世尊よ。世尊が説かれました。修行僧の皆様、聖あるもの、有情が浄化され、悲惨を克服し、苦痛と心配を終わらせ、真理の道を歩んで、涅槃、あらゆる苦悩が解消された完全な安らぎの心境を実現するために、この一条道、エーカーヤナマッガ、修行の出発点から最高の悟りまで導いてくれる一本の道があります。それは気づき、サティの四つの確立です。その四つの確立とは何でしょうか。序章三、気づきの四つの確立。一、修行僧の皆さん、実習者は体、カーヤで体を観察する行に熱心に正しい理解と気づきを持って定まり、この世のあらゆる欲望と苦悩を捨て去ります。二、実習者は感受、ヴェーダナーで感受を観察する行に熱心に正しい理解と気づきを持って定まり、この世のあらゆる欲望と苦悩を捨て去ります。三、実習者は心、チッタで心を観察する行に、熱心に正しい理解と気づきを持って定まり、この世のあらゆる欲望と苦悩を捨て去ります。四、実習者は心の対象、ダンマ、法で心の対象を観察する行に、熱心に正しい理解と気づきを持って定まり、この世のあらゆる欲望と苦悩を捨て去ります。これから、アーナーパーナサティスッタとサティパッターナスッタの解説を始めます。ヨガワーシティで訳して提供しました二つの経典の和訳をどちらも出して並べてこの解説をお聞きください。コンピューターをご利用の方は気づきの経典総合版というスタックを開いてそれぞれのカードをご覧になりながら解説をお聞き
くださると便利かと思います。まず、タイトルの説明ですが、パーリ語では、アーナーパーナサティスッタと、サティパッターナスッタと呼ばれています。できれば、パーリ語の元のタイトルのまま覚えて、そうして両経典の共通性と違いを理解できるようにしておいてください。両経典に共通するキーワードはサティという用語です。サティを私たちはこれまでに気づきと訳すことが多かったのですが、英語ではシュリランカなどの学僧たちやベトナム出身のティクナッハン先生がマインフルネスという訳語を当てていますので、私たちもそれをも利用することにして、時にはサティを気づきと訳したり、あるいはマインフルネスと訳したりすることになります。パーリ語のタイトルだけで両経典のことを識別していただけるのが一番いいのですが、中にはパーリ語のタイトルに馴染んでいない方たちもおられることかと思いますので、必要に応じてアーナーパーナサティスッタのことを呼吸瞑想法経典と訳し、サティパッターナスッタのことを気づきの4つの確率の経典、あるいは従来の訳として四念住経とか四念処経ということもあるかと思います。いずれにしてもこれらの2つの経典はマッジマニカーヤ、日本語の訳では中部アゴン経という経典に収められています。私たちの和訳はティクナタハン先生の英訳から訳したのではなく、パーリ語の原典から訳していますので、ナタハン先生の英訳と私たちの和訳の間には多少の相違も見られます。それらの相違点に関しては、必要があるときには短く言及することにいたします。コンピューターでスタックを利用している方は、一番上のフィールド、左と右にはパーリ語が収録されており、その下の2つのフィールドには英訳が収録されており、そして一番下の2つのフィールドには和訳が収められていますので、このスタイルはずっと最後まで続きますから、よく覚えておいてください。それでは序章に進みましょう。序章の1、説法の背景。サティパッターナスッタの方では説法の場所となっていますね。説法の背景も説法場所もだいたい同じことを言っています。まず、アーナーパーナサティスッタの方の説法の背景を見てみましょう。このように鍵括弧内にある訳は私の方で補ったもので、原点にはそういうようなサブタイトルのようなものは出ていません。私はこのように聞きましたとありますが、この私という人がどういう人であるのかを見逃してはいけません。漢訳では如是我聞というふうになっていますが、そのように
我は聞いたですが、その我とか私というのは、当然、ゴータマ・ブッダの説かれた教えを信奉する修行者のことですね。世尊という用語が出ていますが、この元の単語はバガヴァーとなっています。バガヴァーというのは、釈尊、ゴータマ・ブッダを指しているわけですが、この世界で尊敬されているお方という意味で世尊という訳語が用いられているわけですね。イエス・キリストの場合でも世の光などと表現されることがありますが、この世界において無知・妄昧な人たち、あるいは苦悩を抱えている凡人たちにとって尊敬すべき光とも仰ぐべきお方というような尊称ですね。その世尊がサーバッティ、シャエジョーというところの東音六摩行動と呼ばれるところにおいて、いかに列記されているような皇帝たちと共に滞在していたというのですね。ここに名前が出てくるような皇帝たちについては、仏教書をあれこれ読めば出てくる有名なお弟子さんたちですが、ここでは漢訳を用いずに、なるべく言語に近い表現、法としてカタカナに必要に応じてパーリ語の特殊な発音を表すためにひらがなを用いたり、さらにアウトラインと呼ばれている中抜きのような装飾字をも用いています。いずれにせよ、このアーナーパーナサティスッタが説かれた背景として、もうすでに世尊、ブッダの教えを十分に理解して実習し、またそれらの指導もできるような優れた弟子たちが存在していたということを理解しておいてください。ということは、これらのサーリプッタ、マハモッガーラーナ、エツセテラの皇帝たちは、だいぶ前にもう釈尊からアーナーパーナサティの行法を教えてもらい、それらを十分にこなしていたということなんですね。サティパッターナスッタの方の序章一説法場所においても、セソン・バガヴァーという用語が用いられていますね。しかし、説法の場所は、こちらの方はカンマーサ・ダンマというクル王国の市場町となっていますね。しかし、それを聞いたのはやはりゴータマ・ブッダの説かれた教えを信奉する私ということで、それは同じことなんですね。ですから、一番大切な点は、釈尊が教えられたことを、それを実践してきた修行者が、このように聞いたと説いている、その信憑性にあるということですね。序章に集団指導に進みますが、これはアーナーパーナサティスッタに出ていますが、サティパッターナスッタの方にはありませんね。しかし、同じような背景があったと考えて間違いないでしょう。つまり、アーナーパーナサティスッタに記されているような指導法、集団指導法というのは、
釈尊がかなり初期の段階から導入していた教団における教育法だと思って間違いないでしょう。長老の修行者たちが初歩の修行者たちの指導に当たっていたと書かれていますが、長老というのは年を取っているということよりも釈尊の教えをよく問師主唱してきた弟子ということですね。問は聞く、師は思いを深める、主は実践する、実習する、唱は証しをするですから、釈尊の教えを修行生活上よく生きていた人ということですね。頭で理解するだけではダメでして、それを具体的に実践できる。そういう人たちが長老の修行者、長老弟子たちなんですね。ベテランと言ってもいいでしょう。そういう長老、修行僧たちが初歩の修行者たちを相手に、ある程度のグループレッスンをしていたと書かれていますね。ある長老は10人を、そしてまた他の長老は20人ぐらいを、それから30人ぐらい、40人ぐらいの弟子たちを指導していたと書いてありますね。修行というのは各個人、個人が一人で行うものですが、習う場合にはグループレッスンを受けることも可能ですね。同じようなレベルの人たちは、ひとまとまりで優れた指導者から教えてもらうことができますし、その後は同じようなレベルであっても、個人、個人の実情に合わせて自分で修行し、またその次のステップを指導者から教えてもらうわけですね。そうしていきますと、当然、同じようなレベルの仏弟子たちの間にも、だんだんとレベルの差が出てきますね。そうなった場合には、早く進んだ者、修行を深くこなした者は、その上の別のグループに加わることになりますし、なかなか進まない仏弟子たちは、同じレベルの仏弟子たちで指導を受け続けるわけですね。そうして修行が進んでいって、ある程度の期間で長老格になりますと、今度は釈尊の教えを受けながらも、新参者たちあるいは中級程度の仏弟子たちを指導するというふうになるわけです。このようなことは、例えば一般の家庭でも、兄や姉が弟や妹の面倒を見るというようなことと同じでして、面倒を見てもらった弟や妹たちも、またその下に自分たちの弟、妹たちが生まれてきますと、ある年齢に達すると、その世話、遊び相手を親に言いつかるというようなことと同じですね。人間が成長するように、修行者もまた成長していって、成長した暁には、修行上の弟や妹などにあたる、まだ自分たちほどには修行が進んでいない弟子たちの指導をするということになるわけです。ですから、ここで見逃さないでいただきたいのは、
成長するという点ですね。仏教でもヨーガでもキリスト教でも、どんな宗教に関係している人たちでも、この進歩するというところがなかなか具体的に実現されていないように思われます。仏教徒、キリスト教徒、ヨーガ修行生などと自分を位置づけて、進歩していなくてもやっているんだと思い上がったり、自分はキリスト教徒である、仏教徒である、ヨーガ修行生であると勘違いしている人たちが多く見られますね。それではいけませんので、マスターの教えを着実にこなしていって、長老を目指すぐらいの気構えがないといけませんね。ここでは釈尊が熱心に修行する仏弟子たちを相手に、さらに修行が進歩するように励ましのお話をされたというようなくだりが出ていますが、それはそれで実際にあったお話として受け止めておけばいいわけでして、私たちとしてはマスターの教えをここに出てくるような修行者たちと同じように熱心に修行して、そうしてマスターからさらに次のステップを教えてもらえるように、自分で自分の修行を磨き上げていけばそれでいいことですね。序章3、暗語の延長。ここでは釈尊が修行期間を延長して、皆さんの修行がさらに深まるようにしましょうと提案していますね。この暗語、雨季の時期のリトリートは、中国、韓国、日本などでも引き継がれて、一定期間座禅修行に打ち込む修行期間として生き残っています。現代においても受け継がれていますね。もちろん日本においては3ヶ月とかの暗号が守られているわけではなく、接心という形で4、5日から1週間ぐらいの特定の座禅修行期間という形で受け継がれているわけです。東南アジアやアメリカでは1ヶ月あるいはそれ以上のヴィパッサナーの修行会なども行われていますね。普段そういう修行時間期間を持つことができないで修行したいと思っている人にとっては羨ましい修行環境でしょうが、そういう4、5日から1週間ないし1ヶ月以上の比較的中期長期の修行期間を設定することができなくても、毎日毎日30分でも、あるいは1時間2時間ずつでも修行を積み重ねていけば長老にはなれるわけですから、毎日どのように時間を有効に活用して修行をするかということに心を砕いていけばいいと思います。ここでは釈尊の非常に誠意ある熱心な指導上の心がけを読み取ることができますね。修行僧の皆さん、私はこの正しい修行の道に熱心に取り組んでいるのです。私はこの正しい修行の道に精魂を込めて取り組んでいるのです。マスターがこのように熱誠な心を持って
指導に取り組んでいるわけですから、当然それに応える仏弟子たちも数多く出てくるわけですね。日本に限らず、またその他の東南アジア、あるいは欧米に限らず、このように言い切れるようなマスターというのは、現在では非常に少ないのではないかと思います。まあ私たちに、身近な存在としては、ティク・ナット・ハン先生や、マハー・ゴーシャーナンダ先生とか、あるいは、エイク・ナット・イーシュワラン先生などがおられますが、一般の宗教団体のトップたちを見ると、KEA、宗教団体の KEA には、精魂を傾けているのかもしれませんが、修行生たちの進歩に精魂を込めて取り組んでいるマスターというのは、あまりというよりもほとんど見当たらないのではないかと思いますね。さらに続けて世尊は、修行僧の皆さん、まだ得ていないことを得、まだ成し遂げていないことを成し遂げ、まだ悟っていないことを悟るため、さらに熱心に修行をしてくださいと言っておられますね。ですから私たちも、まだ得ていないことは何か、成し遂げていないことは何か、悟っていないことは何かを自分自身にはっきりさせないといけないのですね。仏弟子の場合には、釈尊が教えられた数々の経典に照らし合わせて、自分自身の修行の段階をチェックできますね。ヨーガの場合には、例えばヨーガスートラの8部門に照らし合わせ、まず5つの境界、5つの関界からチェックしていって、何々を守ってきているか、あるいは守ってきていないか、などをチェックするのがよろしいでしょう。そのためには、以前作っておきました、ヨーガスートラのスタック。で、学習日記から取り入れたフィールドがありますから、自分が何を実行してきたか、あるいは実行していないかなどを自分で書き込んでですね、ここで釈尊が言われました。まだ得ていないこと、成し遂げていないことを自分自身にどうぞ明確化していってください。はっきりさせれば、これをやろうというような、はっきりとした修行目標が出てくるわけですが、うやむやにしたままでは、何をどうしたらいいのかわからないまま、いい加減に仏道修行やヨーガ修行に関わっていると勘違いして、一生を終えてしまうことになってしまいますね。釈尊の熱烈な修行にかける意欲に応えて、これまでも共に修行してきた仏弟子ばかりでなく、今では少し、あるいはかなり離れたところで修行している者たちも、釈尊が修行期間を延長すると聞いて、あちこちから集まってきていたというのですね。まあ、アメリカなんかですと、優れたマスターが講習会みたいなことを企てますと、かなり遠くからでも足を運ぶというか、飛行機で飛んで行ったり、あるいは車を運転して、馳せ参じるというような人たちがいますが、日本という国ではそういうことはあまりありませんね。どちらかというと、距離的に通いやすいところに通う。まあ、そのような文化教室的な心の方が強いように思われます。昔から言われますように、マスターに会うためには、
それこそ山越え、川越え、どんなに遠くても、あるいはいろいろな困難を乗り越えて、自分の方から教えを受けるために、苦労してでもマスターに会いに行くというぐらいの心がけがないと修行も進歩しないものですね。とにかく、まあ教材を受け取って、一回覗いてみればいいやというようなことでは、とても修行になるはずもありませんし、自分から求めて修行し、さらに進歩するために、わからない点などを質問し、答えを得たなら、それに熱心に取り組んで、さらに自分を自分で高めていくというような修行態度が必要ですね。家で自分一人で修行するにしても、たとえその時間が30分とか45分とか短い時間であっても、自分もまた昔の釈尊在世時の教団の中の一人の修行者として一生懸命修行に取り組むんだというような心構えで、また釈尊の優れた教団に自分も加えてもらって、他の優れた修行者たちと一緒に修行させてもらってるんだというような様子を心に思い浮かべて、私たちも熱心に修行しましょう。序章4、野外の法話。釈尊が修行期間を延長すると言ったものですから、釈尊の長老たちの指導のもとで修行していた仏弟子たちは、さらに熱心に修行に打ち込み、またその噂を聞きつけた近隣あるいは遠方に在住していた修行者たちも、馳せ参じて、おそらく釈尊の教団は修行一色に包まれたことでしょう。そうしてさらに1ヶ月修行に打ち込んでいた仏弟子たちのところに釈尊が戻ってきて、野外で法話を始めたというのですね。ゴータマブッダという優れた覚者、目覚めた者が現れたために、その後東南アジアを中心として、現在では欧米においてすら数多くの寺院とか共同体、瞑想センターなどができていますね。修行に打ち込むならば立派な道場があってもいいとは思うのですが、全然修行になんか打ち込まない人たちが、外観だけ立派な大きな寺院を建てて、信者さんたちから寄付をもらって、いわば営業団体になってしまっているというのはどんなものでしょうか。この序章の4の野外というところに着目してください。おそらく気候の良い折には、インドでは野外で講話、法話をした方が心地よい季節というものがあることでしょう。そして釈尊の初期の教団においては、特別立派な建物などがなかった時に、修行僧たちは木の元で眠ったり座禅をしていたと伝えられていますね。釈尊も、そしてその優れた
継承者たち、その中には日本の道元禅師もおられますが、それらの祖師たちが繰り返し強調されたのは、修行者というものは簡素な生活をしなければいけないということですね。簡素な生活様式を守ってこそ、初めていろいろな執着から自由になる準備が整うわけですから、立派な寺院を構えてその維持に執着するようでは、とてもとても釈尊の教えからは程遠いということになりますね。日本では野外で眠ったり座禅したりということは難しいですから、なるべく簡素な生活スタイルを確立して修行に打ち込むのがよろしいでしょう。だいたいどんな宗教の開祖たちでも、皆簡素な生活をしながら修行や祈りに打ち込んだからこそ、各社目覚めたものとなって、その教えに従う信者さんたちができたわけですね。しかし、時代を経るとともに、教えは形骸化して、開祖たちの教えを悪用して、自分たちがいい暮らしをするというような、エセ指導者たちが世にはびこるものです。どうぞ、釈尊が野外で法話されたという、この簡素な教団活動を忘れることなく、私たちも簡素な生活様式を守りながら修行に励んでいきたいものですね。序章五、相談の価値。釈尊は野外法話として自分たちの教団の価値についてお話を始めたのですね。まず、釈尊の教団の相談の人々は、無益なおしゃべりをしませんと出ていますね。私はいろいろな宗教団体に出入りしたことはありませんので、よくはわかりませんが、ヨーガのいくつかの団体とか、あるいはキリスト教の教会に招かれて、ヨーガの指導をした経験などから、いろいろな団体の人たちというものは、本当に無益なおしゃべりをたくさんするものだなぁと思ったことでした。もし何十人かの修行者集団があって、非常に寡黙で無益なおしゃべりをせず修行に打ち込んでいるというような団体があったなら、それはここで述べられているような、釈尊の教団と同じような価値がある修行団体だと言えるかもしれません。修行者の団体だけではなく、家庭においても和やかなお話、会話が適度にあるだけで、無益、無駄なお話をしない家庭というものがあるなら、それは本当に素晴らしい清らかな家庭だと思いますね。それから、この相談は世の人々から親切な接待を受け、供養を受け、合唱されるにふさわしいものです。それは多くの利益をもたらすこの世の最高の福田、肥沃な田畑のようなものですと述べられましたね。例えば、私たちは仲間と共に、ティク・ナット・ハン先生のプラム・ビレッジに
少なからぬカンパをし続けてきていますが、それはティク・ナト・ハン先生が素晴らしい仏道者であり、またその周りにもたくさんの優れたお弟子さんたちがおられるのを見ていて、その全体の活動の素晴らしさに対して何がしかの援助活動をしているわけですね。まあ親切な接待をしたり、それから供養をさせていただくというのは、プランビレッジの修行者たちが、釈尊がここで述べられているような合唱されるにふさわしいものだからですね。それに反して儲けまくっているような仏教団体とかその他の宗教団体には寄付をしたためしがありません。本当の修行をしている人間であるならば、本当に素晴らしい団体にしか貢献しないものですね。よくマスコミなどで取り上げられますようなエセ教団、何百万何千万、場合によっては億単位を信者さんたちから巻き上げるような、そういう団体、エセ団体に本物の修行者が寄付するわけがありませんね。ですから、エセ教団の詐欺に遭うというのは、詐欺にかかった人たちも本物の修行者たちではなく、ご利益信仰に依存している未熟な人たちだとも言えますね。ここで釈尊が言っておられるようなことを動機にして当てを作ってしまってはいけないのですね。あくまでも釈尊は優れた教団の実態、あり方を述べているだけであって、親切な接待や供養を受けるようになりなさいと、そのように教えているのではないことは、きちんと修行している人たちには明らかだと思います。しかしながら、釈尊が言われたことを曲解してねじ曲げて悪用している仏教者たちもいるにはいるのですね。よくよく気をつけなければいけないことです。釈尊は、この相談はささやかな施しも大きくなって跳ね返り、大きな施しはさらに多大になって跳ね返る、そのようなものですとも言われていますね。もちろん供養する側としては、何かを供養したからといって、それに対して何ら当てを作ってはいけないわけです。見返りを期待してはいけないということですね。中には見返りを期待して寄付したりする人たちも結構いると思いますが、私たちの場合には、ただ寄付させてもらうだけで一切の見返りを期待していませんし、自分のカルマヨーガ、自分たちのカルマヨーガとして純粋に寄社させてもらっているだけの話ですね。もちろん私たちが応援しているベトナムの恵まれない子供たちが、私たちのささやかな援助によって学習を得て、そしていつかは立派な青年に成長して、私たちができなかったような素晴らしい修行とかカルマヨーガをするようになるかもしれません。だからといって私たちが援助したのだ
というような意識を持ってしまったなら、それは自分の修行をぶち壊してしまうわけですね。ですから、応援した、してあげた人たちが立派に成長するのは喜びではありますけれども、それを自分たちのおかげでそうなったのだと思ったりしてはいけないということですね。純粋に喜捨お布施をし、純粋に祝福する、それでおしまいということなんですね。釈尊はさらに、この相談は世において容易には見られないような、そのようなものですと言っておられますから、釈尊財政当時においてもいろいろな腐敗した団体がすでに多くあったということですね。修行僧の皆さん、この相談はどんなに遠くからでも食料を携帯して尋ねる価値のあるような、そのようなものですと言っておられますね。これは自慢話ではなく、実際に遠方から、昔のことですから、交通の便とかいうものもありませんので、歩いて何日も何十日もかけてやってくる人たちがいたことでしょう。ですから、ある程度の食料を携帯して、また、それで間に合わない場合には、供養してもらったり、あるいは働きながら、おそらく、釈尊の教団にたどり着いたというような修行者たちもいたことでしょう。そういうことを考えますと、現代人たちというのは、便利なことばかし考えて、不便が多いともう修行を諦めてしまうというような安易な気持ちを持っている人たちが多すぎるように思いますね。何が何でも、どんな困難があっても、自分は修行をするのだという気構えがあるならば、どんな遠くに自分が師事したいマスターがいようと、あらゆる困難を排して、そのマスターのもとに馳せ参じるべきなのですね。そうするためのいろいろな障害となることごとを一つ一つ解決するか、あるいはそれら障害の一切をほっぽり投げてでも、そのマスターのもとに駆けつけて修行一筋に打ち込むというような気構えがあるならば、その人の修行はきっと成功することでしょう。釈尊がここで言っておられるような優れた相談、教団に加わることができるならば一番良いのですが、いつでも言いますように、基本的に修行というのは何にも依存せずに自分一人で行うべきものですから、自分自身の環境において、その環境を最高の修行場所にするという自分自身の努力が何よりも大切ですね。序章6、阿羅漢普賢。ここでは、釈尊の教団にはすでに阿羅漢とか普賢となったものがいると説明されていますね。まず、アラカンですが、これは言語ではアラハンテと言いますね。そのアラカンとはどういう存在であるかと言いますと、煩悩がつき、修行を成就し、行うべきことを行い、重荷を下ろし、自己の理性を達成し、あらゆる執着を断ち切り、完全な知恵を得て解脱した僧と表現されていますね。ですから、この場合のアラカン、アラハンテというのはブッダと同義ですね。つまり、
釈尊と同じくらいの存在になった人という意味です。アラカンの定義としていろいろ述べられていますが、あらゆる執着を断ち切りというところが一番大事かと思いますね。例えば自分意識、自我という究極の個人的仕切りをも捨てたという意味ですから、これは完全に下脱した方という意味ですね。下脱者である、覚者であるゴータマ・ブッダが教えたことをそのまま修行して、そのまま成就すれば、ゴータマ・ブッダと同じくらいの存在になるはずですから、そのようになった者たちがいると釈尊は明言しておられるのですね。それから普賢ですが、これはアラカンの境地にまではまだ行ってないのですね。しかし、いずれそのまま修行を続けて行けば、アラカンになれるアラカンのやや下のくらいを意味しています。釈尊の説明によれば、五化分欠という五つの執着をすべて断ち切らないと不減、アナーバッティダンマにはなれないのですね。五つの執着とは、欲張り、これは貪欲とも言いますね。怒り、体への執着、疑い心、疑心、戒律への執着ですね。これらはいずれも断ち切らなければいけない、解決しなければいけない執着に分類されています。不眠を得た場合には、もうそれらを解決してしまっているわけですね。しかしながら、完全な悟りを得たアラカンではないわけですから、まだ何か解決すべき問題が残っているわけですね。自分意識というものがまだ解決されてはいないわけですね。この不眠というのは、肉体を持ったままでも不眠というわけであって、修行僧がなくなって別な世界に行ってもうこの世には帰ってこないとか、そのような肉体レベルでの不眠ということではありません。釈尊が言っておられるのは、あくまでも心の状態のことですから、この不眠というのは心の中で五つの執着を断ち切ったけれども、まだ断ち切っていない何らかの執着が残っている肉体を持った修行僧のことを言っておられるのですね。ですから、このような不眠を得た僧たちがこの相談の中には肉体を持って私たちと共にいるのですよと言っておられるのですね。後世、この不眠が死んでしまった僧がもうこのシャバ世界には肉体を持っては戻らなくてもいいというような安易な解釈にもつながった場合があるのですが、そのようには理解しないでください。アラカンの場合にはなかなか難しいですが、その次の不眠の方では、具体的に克服しなければいけない五つの執着が出ていますので、まずそこに着目して、自分はどんな欲張りをしているのか、どんな怒りを持っているのか、
体へどのように執着しているのか、どのような疑い心、信心の信念の反対である疑い心を持っているのか。戒律への執着はですね、まあ執着してくださっていればいいんですが、どのように執着しないで戒律を無視しているかというところから始めて守っていったならば、執着にも着目して戒律を守っているのに守っているということに執着していると、そういう執着に着目していったらよろしいでしょう。例えばミターハーラ、三つの聖職を守っている、そして人にはそうしなければいけないのですよとしつこくお説教をするとしたならば、それは戒律への執着なんですね。まあ普通はですね、戒律へ執着するというよりも戒律を守っていない場合の方が多いわけですから、まず守る、守っていないということに着目し、その後で守っている戒律にどのように固執しているか執着しているかというところを見ていけばいいと思います。このようにちょっとしたヒントを見逃さないで、自分と例えば普賢と言われている修行僧たちの違いはどこにあるのかを発見し、どこにあるのかによく気づいて、それを自分の修行課題としていくといいということですね。序章7、一来夜。先ほどのアラカンと普賢に次いで、今度は一来という修行境地と夜という修行境地が出てくるわけですね。まず一来、サカダーガーミンの方ですが、これは三欠という三つの執着ですね。体への執着、疑い心、戒律への執着という心の汚れである三欠をすべて断ち切りとありますから、これらは解決してしまったということですね。しかしながら、トンジンチという三毒を弱めてと書いてありますので、解決したわけではないのですね。トンは貪欲とか愛欲で、欲張りあるいは愛欲ですねが弱まってはいるが、まだ解決されてはいない。人あるいは心は、これは怒りですね。もう人を相手には怒っていないけれども、例えば自分の心の何らかの記憶に関することで、瞑想中に時々ふっと思い返されたように怒りが湧き上がってくるとしたなら、それはここで言われているような心、怒りなんですね。それから知、これは無知。まあ、この知というのは難しいのですが、無明と、まあ、同義語です。で、何に無知なのかと言ったら、当然、真理。この全体宇宙生命の真理と、それについての教えに対して完全な知恵を持っていないということですから、まだ真理に対して暗い部分があるということですね。100% の明かり、照明を得ていないということです。もし自分の心を 100% 明るく照らし出すことができるならば、そこにまだ残っている何がしかのトンとか、何がしかのジンですね、トンジンが見えるはずですね。それらをまだ照らしきれていない、照らしてその暗い部分を取り除くことができないでいるという状態が、この一来、サカダーガーミンと言われる修行者の位です。
ここで次にもう一度だけこの世に戻ってきて苦に終止符を打つことができると、あたかも肉体を持った阿輪廻転生のような表現が出ていますね。まあ、これはどのように解釈したらいいかは、いろいろな人たちの間でも議論の分かれるところです。私としては、必ずしも肉体的に死んで、次にまた修行僧として生まれてですね。もう一度だけ修行僧になれば、例えば一来の次に、普賢を得て次に阿含となるというふうに解釈するのではなく、さらに熱心に修行していけば、この肉体を持った根性において、一来から普賢に進み、さらには阿含になることができるというふうに解釈したいと思います。この一来よりもさらに下の境地の修行僧は、夜、ソーターパンナの境地にあると言われています。夜と言われるためには、やはり酸欠という体への執着、疑い心、戒律への執着などはすでに断ち切っているのですが、まだまだ解決できていない問題が一来よりも多いということですね。煩悩が一来以上の人たちよりも多いのではありますけれども、もう修行の道から自分自身が外れることはないというような俗悪に落ちることなく、決意を固くして正しい悟りへの聖なる流れに心身を預けて前進している修行者であるということですね。例えば3年間とか5年10年とか一生懸命修行しても、その後俗悪に落ちてもう修行者ではなくなる、あるいは崩れたエセ修行者に出してしまうというような場合もあるわけです。しかしこの夜という境地になってしまったら、そういう俗悪に落ちるような危険性の火種はもう持っていないということですね。例えばヨーガの修行会に来る人たちでも、普段は安定しているように見えても、家庭問題などで何かトラブルがあると崩れてしまって修行をきちんとできなくなる人たちの方が多いんですね。そういう人たちは当然夜を得ていないわけです。修行一筋の生活をしているならば、自分自身あるいは身の周りでどのような社会的な問題、家庭問題が起ころうとも修行が崩れないというようなところまで行っていないと夜とは言えないわけですから、この夜にまでなった人というのは非常に少ないと言わざるを得ませんね。阿羅漢、普賢、一来と見てきましたが、とりあえずはこの俗悪に落ちることなく決意を固くして正しい悟りへの聖なる流れ、修行道に心身を預けて前進できるというところを目指して修行されたらいいと思います。この夜の境地がなければ、一来も普賢も阿羅漢もないわけですからね。序章8、修行項目。ここには、釈尊の教団で行われているいろいろな修行法が紹介されています。ここで私たちに最も関係あるのが、最初に出てきます、四念住
あるいは四念処ですね。チャッターリ・サティパッターナーニと書いてありますが、まあ、通称サティパッターナのことですね。それから途中を飛ばしてみていって、最後に出てきます呼吸瞑想法、アーナーパーナサティですね。この二つの修行法、サティパッターナとアーナーパーナサティが最も重要です。そして、私たちが今用いているテキスト、あるいはスタックは、この二つの最重要経典の和訳ですね。二つの修行法の間に挟まれて出ている修行形態に関しては、これまでにすでにある程度紹介してきたものもあります。また、まだきちんと紹介していない分については、機会があれば皆さんが修行しやすいような形で紹介したいと思っています。とにかく、ここでは、アーナーパーナサティとサティパッターナを修行していけば、その他の修行形態は必要がないほど、釈尊の教えをきちんと修行できるとだけ言っておきましょう。一乗道。最初の段階から究極的な解脱を得るまでの、たった一つの道とも称されています。このアーナーパーナサティ、あるいはサティパッターナをきちんとやっていけば、夜、一来、普賢、アラカンと進んでいくことができるわけですから、あれもこれもと思わずに、まずアーナーパーナサティとサティパッターナをきちんと学習する、学び習するというところに焦点を合わせてみてください。序章9、実習序は、アーナーパーナサティ、スッタにおいては、釈尊は修行僧たちに対して、アーナーパーナサティを実習し深めるなら、大きな成果と功徳が得られますと説明しています。その大きな成果と功徳とは何かということですが、それはアーナーパーナサティを実習し深めるなら、サティパッターナを完成させますと続く文に示されていますので、アーナーパーナサティを実習することによって、それをさらに一歩進め深めたサティパッターナというものを完成させてくれるのだということですね。それに続けて、サティパッターナを実習し深めるなら、七覚士、七つの覚醒の要因を完成させますとあり、その七覚士を実習し深めるなら、明智、完全な理解実践力と解脱、完全な心の自由を完成させますとありますから、結局アーナーパーナサティを実習することによって得られる大きな成果と功徳の究極は解脱であるということですね。それでアーナーパーナサティという一乗道、修行の初めの段階から仏道修行の究極の目的である解脱、ブッダになることが達成されるということになります。実際問題としては、アーナーパーナサティを行ったら
その次にサティパッターナなどを行うというよりも、アーナーパーナサティそのものの中にサティパッターナも含まれていれば、それから四智各士も含まれているのですね。おそらくは修行者たちを励ます意味で、段階的にこのようにアーナーパーナサティからサティパッターナへ、サティパッターナから四智各士へと説明したものと思われます。アーナーパーナサティスッタの序章9実習序話に対応するサティパッターナスッタでは、釈尊は修行僧たちに次のように話しかけているのですね。聖あるもの有情が浄化され、悲惨を克服し、苦痛と心配を終わらせ、真理の道を歩んで涅槃を実現するために、この一浄土エーカーヤナマッカがあります。それは気づきの四つの確立、サティパッターナです。その気づきの四つの確立、サティパッターナとは何でしょうか。このように、アーナーパーナサティスッタからサティパッターナスッタへというような修行段階が説明され、それが後年、仏弟子たちによって守られていくことになったわけですが、私が思うに、おそらくアーナーパーナサティスッタで説かれていた修行実践法だけによっても、アラカンになる人たちがいたであろうと思われますので、アーナーパーナサティスッタの教えで、おそらく修行上何らかの障害を持ったレベルの人たちに、アーナーパーナサティ呼吸瞑想法の教えをさらに詳しく説明し直したものがサティパッターナスッタであるということかと思います。両経典を詳しく調べていけば、私が気づきの経典総合版のスタックで、アーナーパーナサティスッタとサティパッターナスッタを比較対照して学べるようにした形式で注意深く学んでいくならば、サティパッターナスッタというものは、アーナーパーナサティスッタの焼き直しに過ぎないと理解できることと思います。こういうことは、いろいろな宗教修行上の歴史において多く見られる例でして、例えばヨーガスートラというラージャヨーガの経典がありますが、あれだけでグルが弟子を導くには十分なのですが、わかりにくいところなどについて、後年いろいろな方たちがヨーガスートラの注釈書を表しています。それはヨーガスートラそのものだけではよくで理解できない人たち、そのようなレベルの人たちのために書かれたものであって、ヨーガスートラそのものだけでヨーガを完成することができるような熟成した弟子たちにとっては、いろいろな注釈書は必要ではないわけですね。しかし、秀逸な弟子たちというものは、
そう数多くいるわけではありませんから、やはりもっとレベルの低い人たちのためにいろいろな注釈書が必要になるということです。それと同様に、アーナーパーナサティスッタだけでは修行を成就することができないようなレベルの仏弟子たちのために、世尊はサティパッターナスッタのようなさらに詳しい実習法を説明したものと思われます。あるいは数多く説法を繰り返しているうちに、だんだんと修行僧たちのレベルに合わせて具体的に踏み込む必要があったということなのかもしれません。アーナーパーナサティスッタではこの後座座りの基本への説明に移りますが、サティパッターナスッタでは気づきの4つの確立とは何でしょうかに対する説明へと進むことになります。サティパッターナスッタの序章3、気づきの4つの確立をご覧ください。サティパッターナスッタとアーナーパーナサティスッタの両経典に出てくる用語サティ、気づきについてですが、それでは何に気づいたらよいのかということをはっきりさせなければいけませんね。ここでその説明が要約として出ています。1、修行僧の皆さん、実習者は体、カーヤで体を観察する行に熱心に正しい理解と気づきを持って定まり、この世のあらゆる欲望と苦悩を捨て去りますとありますね。それで何に気づくのかということの第一は、まず自分自身のカーヤ、体なのですね。もちろん息の観察をしながら、その呼吸をしている自分自身の体に気づくということですから、呼吸、息をも入れれば4つの気づきというよりも5つの気づきになるかもしれません。いずれにせよ、自分自身の呼吸、そしてまた体を観察するわけですが、それは熱心に正しい理解と気づきを持って行わなければいけないということですね。気もそぞろ、あれこれ考え事をしながら、アーナーパーナサティ、サティパッターナを行うのではないということです。熱心に正しい理解と気づきを持って、集中力を持って観察しなければいけないということですね。そうして、この世のあらゆる欲望と苦悩を捨て去りますとありますから、アーナーパーナサティ、サティパッターナの修行をしている間は、自分自身と外の世界との関わりから生ずるあらゆる欲望、苦悩を一時棚上げにして行わないといけないということです。ですから、皆さんが息の観察をする、それがたとえ一呼吸の観察であれ、あるいは三呼吸の観察であれ、熱心に正しい理解と気づきを持って行い、そして自分自身、あるいは自分自身と他の世界との関わりから来るあらゆる欲望と苦悩を、その間は
玉揚げして修行に打ち込まなければいけないということなんですね。釈尊がここで言われた正しい修行の行い方をきちんと自分にインプットしておいてください。念頭から忘れることなく、主少年、正しい思いをきちんと守って行うのだというふうに、改めて自分自身の修行の仕方としてきちんと入力、自分の頭に今の教えを入力しておいてください。四つの気づきの二番目ですが、実習者は感受、ヴェーダナーで感受を観察する行に熱心に正しい理解と気づきを持って定まり、この世のあらゆる欲望と苦悩を捨て去りますと出ていますから、気づきの二番目は感受、ヴェーダナーであるということですね。ヴェーダナーというのは、体に組み込まれている5つの感覚器官、目、耳、鼻、舌、ベロですね。そして、心と呼ばれる皮膚、以上の感覚器官を通じて、外の世界、そしてまた、自分自身の体などの情報を脳に取り込んだ時に起こる作用ですね。例えば、目からは外の世界の景色などが入ってきますし、耳からは音が入ってきますし、鼻からは匂いが入ってきますね。そして、物を飲食すれば、舌を通じて、その味が入ってきますし、また皮膚を通じては、温度とか湿気、そしてまた風の動きなどを感じますね。もちろん、自分自身の体の一部を自分の手などで、感じる温度とか湿気など自分自身の体で自分自身の体を触覚的に感じるということもありますから、ヴェーダナー感受というのは自分自身の内だけでも起こるし、自分とその他の世界との関わりでも起きるわけですね。息の観察をして、そしてまた自分自身の体をも観察している過程において、5つの感覚器官を通じて5つの感覚作用にも当然気づくことになりますから、それらに気づきの重心を置いた場合には、もちろん息と体にも気づいてはいるのですが、自分の気づきの中心は感受、ヴェーダナーに移っていると言えるでしょう。そうして自分の感受作用に気づいても、それらの感受作用によってもたらされる様々な感情、例えば暑くて嫌だなとか、寒くて辛いとか、あるいはこの多湿、湿度が高い中で作業をするなんて嫌だなとか、あるいは何らかの記憶が蘇ってきて、自分の欲望、苦悩を刺激するような感情に囚われて、
何十秒間か、あるいは何分間か、その感情にとらわれてしまっていたなとか気づいたなら、それはもちろん素早く手放して、アーナーパーナサティ、あるいはサティパッターナそのものに戻るわけですね。感受作用にとらわれ始めたなら、例えば息そのものに戻るとか、あるいは体そのものの観察、一番目の体の観察に戻って、感受作用並びに感情のとらわれから逃れ出るというようないろいろな工夫は必要です。またそういう工夫について説明したものを表しますと、別なスッタ、経典とか注釈書が出来上がってしまうわけですね。その辺の消息は本当は別な経典によるとか注釈書によるとかではなく、指導者が修行生たちに実地体験として教えるのが一番望ましいのですね。ただ歴史的にはそのような解説書などが残っていて、それがまた別な経典として重宝され、それらを指導者が修行生たちに教えるというようなことが延々と繰り返されてきていますので、私たちとしてはなるべく古い方の素朴な経典、いくつかのあまり複雑ではない経典を転居として世尊が教えになられた要体、要点をきちんと理解して実際に自分の修行に生かしていけばいいのですね。気づきの3番目を見てみましょう。3、実習者は心、チッタで心を観察する行に熱心に正しい理解と気づきをもって定まり、この世のあらゆる欲望と苦悩を捨て去りますと出ていますね。気づきの3番目はチッタ、心ですね。これは2番目のヴェーダナーとどう違うのかということをはっきりさせておかないといけませんね。2番目のヴェーダナーというのは基本的には5つの感覚器官に関係あることですから、感受作用、感覚作用とそれに伴う感情的な心理活動のことだと私は思います。その後に心、チッタと出てきていますので、こちらの方は瞑想中に出てくるいろいろな考え事のことを言っているのでしょう。感覚器官を通じて得た情報というものは私たちの記憶に保存されていますが、その記憶が保存されていると言われる第8式、アーラヤ式には感情的なこと以外のデータである思考という記憶もあるわけです。感情的な付着を伴わない思考である考え事があれこれ出てきたなら、それにも気づいて手放すという作業をしなければいけないことは、瞑想を熱心に行っている人にとっては明らかなことですね。それで感覚器官と感覚作用とは別のもっと第八式に深く根付いているあれこれの思考としてのデータが蘇った時の心の活動のことをこのチッ
ということで言っているのかと思います。もちろん、瞑想していますと、2番のヴェーダナーと3番のチッタ、合わせて感情思考と言ってしまうならば、いずれにしても1番のカーヤが生理的なものとするならば、2番3番のヴェーダナーとチッタは心理的なものと一括して、瞑想修行中の気づきの対象とすることができますね。ですから、1番は生理的な身体、2番3番は心理的な感情思考と簡略に捉えた方がいいのかもしれません。気づきの4番目に進みましょう。4、実習者は心の対象、ダンマ、法で心の対象を観察する行に、熱心に正しい理解と気づきをもって定まり、この世のあらゆる欲望と苦悩を捨て去ります。と出ていますね。ダンマというのは一般には法と訳されています。パーリ語ではダンマですが、サンスクリット語ではダルマですね。これは非常に訳しにくい用語で、また多く誤解もされている用語ですね。1、2、3をまとめて自分の心身、身と心ということもできますが、それに対してこの4番のダンマというのは、自分の心身以外の対象も含んでいます。もちろん自分の体も、それから感情思考もダンマ、対象には違いないのですが、自分の心身が関係し合っている他の世界、外の世界のあらゆる対象もダンマ、法に入るのですね。それで1番から3番までで自分の心身によく気づき、そうして4番へと進んで、自分の心身だけではなく、自分の心身が関わっているその他一切の現象にも気づくというふうに瞑想行を進めていかないと、完全な気づきの成就ということはないわけですから、ここで世尊、釈尊は、1番から3番までと進んできた修行者に、自分の心身、身と心と息以外に、自分の心身が関わっている世界のあらゆることにも気づいていくのですよ、と導いていると理解なさってください。例えば、皆さんがアーナーパーナサティ、サティパッターナをやろう、と、ある一定期間を設定して修行に打ち込んでいるとしますね。そういう修行会に参加しているとします。そこへ電報とか電話が入って、身内が死んだから修行会を中断して早く帰ってきなさいというような連絡が入ったとします。そうすると、その連絡というのは、ここで述べられている4つの気づきのどこに入るのかと言いますと、この4番目のダンマ、心の対象としての情報に入るわけです。そうしますと、皆さんは動転して、修行会の主催者に訳を説明して、途中で帰らせていただきます。とか言うかもしれませんが、釈尊は
この世のあらゆる欲望と苦悩を捨てて修行に打ち込みなさいと言っておられるわけですから、続けるべきは修行なんですね。もし釈尊がそのように言ったのだとしたなら、あるいは日本の道元禅師もそのように言っておられますが、皆さんはどうされますか？そのような時にどういう行動に出るかは、その人の修行の深まり具合によってまちまちであろうかと思います。ゴータマ・ブッダの説かれた教えを信奉する私はこのように聞きました。如是我聞ってありますね、仏典に。各私は聞いた。で、僕はそれをどう訳したかったかっていうと、ゴータマ・ブッダのね、説かれた教えを信奉して修行している私はこのように聞いたって。ただ聞いたんじゃないんですね。如是我聞って言ったってですね、釈尊から直接聞きました。それからその構成になると如是我聞が決まり文句になりまして、文言型になって、もう釈尊から聞いたんじゃないけども、私はこのように聞いたって経典調べて如是我聞って書いたりってなりましたけれども、それでも構わないと思うんです。で、ゴータマ・ブッダの説かれた教えを信奉してそれを修行する私としてはこのように聞きましたって、そのような意味を持たせないと僕らもね、如是我聞にならないんですね。僕らも如是我聞なんですよ。このスッタを学ぶっていうことは、私はこのように聞くっていうことですから、ゴータマ・ブッダに絶対的な信頼を置いてそれを修行していくという覚悟で私はこのように聞きますって、そのように理解してほしいっていうことなんですね。ある時、各社釈尊は社営上サーバッティの東音六も行動にって、このように東音六も行動ってなんだっていう時にはですね、さっき言いましたように僕パーリ語のいずれ用意してますから、そちらで見て調べていったらいいでしょうね。まあこれは僕が訳したんじゃなくて、昔の人がのある方がこのように訳したので、僕もそのまま踏襲させてもらってるわけですね。東音なんていうのはハン先生の訳ではイースタンパークですから東の公園で、その方が分かりやすいと思うんですがねそれでこれもね、読まれていったらいいっていうことですね。例えばさっきの十二時本も分かんないけれども、奥村昭和さんの英語だと分かるって、あると一緒ですね。次のような多くの有名な皇帝たちと共に滞在していました。サーリプッタ、最初に載せてるのはパーリ語読みです。その後はサンスクリット名シャーリプテラとかね、まあ時間かかりますので括弧内省略しまして、マハーモガラーナ、これも漢訳で読んでいくとね、大木蓮尊者とかってなりますので、まあ名前聞いてなるほど大木蓮かって思うでしょうが、皆さん知らないわけでしょ、大木蓮って。だから原文で覚えておいた方がいいと思うんですね。例えば過小尊者というと、ああ、過小尊者と思うけども、過小尊者の内容を知らないわけですから、ね、要するに刷り込みを外して原書に近い形で覚えて、これはどういう人だったのかなってもう一度考えた方がいいっていうことですね。マハーカッサパ、ね、大過小尊者っていうと、あのお方だなっていろんな物語から皆さん何がしか想像つきますでしょうが、それも外していった方がいいですね。マハーカッチャーヤーナ、マハーコッティタ、マハーカッピナ、マハーチュンダ、アヌルッダ、レーバタ、アーナンダ、およびその他の巧妙な皇帝方です。そこにおいて長老先輩のビク方は初歩の修行者たちの指導に当たっていました。ですから釈尊を、まあ、中央に据えてですね、その長老先輩のビク方、長老先輩っていうのは年寄りに限りません、修行の進んだ方たちです。その方々がですね、釈尊のまあお膝元でですね、いろんな新参者をグループレッスンしていたっていう、そういう風景ですね。ある長老ビク方は10人の指導をし、ある長老ビク方は20人の指導をし、ある長老ビク方は30人の指導をし、またある長老ビク方は40人の指導をしていました。このようにして新参の修行者たちは長老ビク方の指導により着実に進歩を遂げつつありました。ですからこの長老ビク方っていうのはね、生きたゴータマ・ブッダの教えを如是我聞、私はこのように聞いた、聞思修した方たちなんですね。聞思修して体のブッダ、息のブッダ、心のブッダになった
ブッダと同意の存在の方たちなんですね。18ページ、ちょうど半月に一度の自制集会である不殺。今回はね、中つけるとね、ややこしくなると思ってね、括弧内にもう中つけなくてもいいように、括弧内でそのややこしいその用語の前に簡単な説明を入れておきました。で、その例えば不殺、ウポーサタとかね、ポーシャだとかね、そういうのを調べたい方はね、一番最後に参考文献の中にね、ページ数で言いますと、60いや70ページです。70ページに中村はじめ先生のね、岩波仏教辞典、岩波書店から出てる岩波仏教辞典って値段も手頃な辞典ありますから、それお買い求めになって持ってない方はね、もっと大きな辞典持ってる方はそちらでいいですから、不殺とかね、あるいはウポーサタとかポーシャタとかサンスクリットパーリ語のところを調べてね、お読みください。で、それも面倒な人は、ツイッターで僕これ購読したときに簡単に説明してますから、録音テープに入ってますので、今回は省略させていただきますので、本文だけにしたいと思いますので、そういうことを知りたい方は辞典引かれるか、これの録音テープ聞くかしてください。で、それなくてもね、半月に一度の時世ですから、自分からその悪い点ですね、修行の至らなさとかを申し出る、そういう集会だなって当てはつきますでしょ。それを不殺というわけです。の15日。そして、ウアンゴの終了反省会の実施。ウアンゴっていうのは3ヶ月とか、時には4ヶ月にも及んでですね、雨の季節にですね、長期間のリトリートですね、をやったその後にですね、今回私はこのようにうまくいかなかったとか、まあこういうだれたところがあったとか、自分から自分の欠点ですね、よくできなかったことを申し出る、そういう意味での終了反省会、それが自死、パバーラナっていうやつですね、にあたる満月の夜、各社釈尊は陸州に囲まれて野外に座っていました。ですから、夜ですからもう、反省会の自死、おのおのの修行者がですね、ビクがですね、申し出て、その後に釈尊がお話になられたと、そういう状況です。静かに座っている陸衆を見渡してから、釈尊は次のように話されました。修行僧の皆さん、あなた方の修行の進歩に私は心から満足しています。この修行の進歩にっていうのは、実際にご覧になって、また一人一人がですね、自分の至らなさとか、このようにやったとかいう、そういう、まあ、反省ですね。の、まあ、言を聞いて、その上で、釈尊は満足したっていうふうに言ってるわけですね。まあ、すっかり満足しなくても、これは励ましの意味でも言ってるわけですね。でも、それでいいとは釈尊は思ってませんので、あなた方はさらに進歩することができますし、まだ得ていないことを得、まだ成し遂げていないことを成就し、まだ悟っていないことを悟ることができるのです。で、教育のコツですね、これは。まず褒めるわけですね。それから褒めると鼻高くなりますんでね、その次になすべきことをこう提示するわけです。これは子育てでもそうだと思いますね。まあ何かやったら褒めて、そして注意は後からにした方がいいですね。最初からガミガミ言うと、後で反抗期に皆さんしっぺ返し受けますよ。知ってるでしょうけどね。ですから私はここサーバッティに暗号の第4ヶ月目にあたる1ヶ月のコームディ、コームディって言ったら暗号3ヶ月、4ヶ月続くそのリトリートのことですね。それの4ヶ月目ですから、3ヶ月終わって4ヶ月目に入ってるわけですね。それに入った時の1ヶ月と呼ばれる月の満月の夜、満月のことなんだなってわかりますね。コームディの満月まで滞在して、あなた方の進歩を見守ることにしましょう。普通は3ヶ月なの、今回はですね、よし、もう1ヶ月伸ばして、みんなをもうちょっと伸ばしてやろうっていうようなことだったんでしょう。そして19ページですね。その地方のビクたちは、各社釈尊が暗号の第4ヶ月目のコームディの満月まで、まあ、普通なら3ヶ月ですから、さらにもう1ヶ月サーバッティに滞在されると聞き、各社釈尊に会う修行するためサーバッティに赴きました。そのこの時の暗号に来ていなかった人もですね、そういうニュースを聞いてですね、じゃあもう1ヶ月だけでも修行しようと集まってきた人たちがいたということですね。長老先輩のビク方はさらに献身的に初歩の修行者たちの指導を続けるのでした。
まあもう1ヶ月続けていったわけですね。あとは一緒です。ある長老引きまたは住人の指導をしっていうのはずっと先ほどと一緒で、グループレッスン、さらにですね、おそらくは同じ長老ビクがね、同じ10人、同じ20人を指導し続けたものと思われますね。途中で変わらないで、さらにその後を続けたんだと思いますね。次の不殺の15日、もう1ヶ月したわけです。暗号の第4ヶ月目の公務 B の満月の夜、各社、釈尊はビク衆に囲まれて野外に座っていました。静かに座っている陸衆を見渡してから釈尊は次のように話されました。修行僧の皆さん、この相談の人々は無益なおしゃべりをしません。で、ここからのお話でですね、どういう人たちが集まってどういうふうに修行されていたのかがはっきりとわかりますね。まあ我々と比べてみたらいいと思います。あるいは皆さんのヨガ関係者の団体とか教師と比べてみたらいいですね。無益なおしゃべりをしません。まあ我々超絶なあれこれしますね。修行僧の皆さん、この相談の人々は無駄なお話をしません。この相談は本当に清らかそのものです。まあ長期間のリトリートやるときはなるべく余計なおしゃべりもしない。まあ3泊4日ぐらいですと、あの進行の場もありますんで、いやいやっていうようなこと構わないと思いますがね、3ヶ月やるぞっていうときにはそれは本当に口閉じてやった方がいいと思いますね。修行僧の皆さん、この相談は世の人々からの贈り物、親切なもてなし、供養、尊敬に値するものです。それは多くの利益をもたらす世の無常の福田、肥沃な田畑のようなものです。ですから、まあ、皆さんもですね、僕らもですね、修行することによって本当にそのお布施いただけるっていうんですかね、そのようになっていったらいいっていうね。まあお金信者さんからもらって全男全女から集めてですね、組織を大きくするとかそういうことじゃなく、まあこのような人たちならそのドネーションしてそのように役に立ててもらったらいいって、そのように修行を中心にしてやっていったらいいということですね。まあここに来る前に永遠寺さん僕ちょっと見てきましたが、その参道の脇にですね、石立って、どこそこの何の誰それっていう石がたくさん立ってますわね。まああれは、この、なんていうんですかね、修行僧の姿を見たんじゃなくて、自分の名前を出してほしいっていう、お互いのですね、計らいがあって、ああいうふうになっていくんでしょうが、まあそういうレベルではなくてですね、本当にこういうところになら、そのドネーションしたなら、この人たちなら、生きとし生ける者たちに幸せをね、微笑みを振りまいていってくれるだろうというような、そういう意味での投資してもらったら、その肥沃な田畑ですから投資してもらう、種をまいてもらったらすくすくと成長するような、そういう修行生活の自分の十二次法務のあり方、あるいは生徒さんともどものあり方、そのようになっていったらいいわけですね。そのような人々の集まりだと釈尊は言ってるわけですね。修行僧の皆さん、この相談はささやかな施しも台となって跳ね返り、もし僕らがね、福田、肥沃な田畑であったなら、外の人から種まいてもらったなら、成長してね、花が咲き、実がなって、実がたくさんなったなら、まいた人もそれ食べることできますね、霊的にね。ですから僕らドネーションもらって、例えば僕も皆さんからドネーションいただいてますが、それで修行道場を作ったり、まあこれからもうちょっと広げていったりね、まあ将来的には何がしかミニヨガ村みたいなのを作って、そこに来られて、3泊4日とか1週間とかリトリートして、で十二次法務のやり方学べるような場を僕らが提供することができるならね、ちょっとドネーションしたおかげでそのした人の方がもっと大きな跳ね返りを受けられる、多大になって跳ね返る、まあ、そのような修行生活並びに修行生活者のグループを作っていったらいいと思うんですね。そのようなものです。そのように僕らも ならないといけない。修行僧の皆さん、この相談は世において容易には見られないような、そのようなものです。まあこれは本当ですね。まあ大きくなると必ず弊害伴いますので、ですからほどほどに小さくての方がいいと思いますね。まあ、例えばサッチダーナンダーアシュラムという素晴らしいアシュラムがありますが、そこもやはりおそらくはね、滞在している人が、スタッフがどんどん膨れ上がっていっているので、
そこに泊まりに行くとかなり高いですね。ゲストハウスなんかに泊まりますね。ですから大きくなるとやはり商業ベースに乗せなきゃいけないという点もあるわけです。サッチダーナンダ先生の素晴らしいバイブレーションは R にしてもですね。ですからなるべく小さくまとまった方がいいし、そういう意味ではティークナートハン先生がね、解放の今年から出始めた年4回出る解放の第1号にね、14、5人ぐらいの常住者がいる小さなアシュラムをあちこち風景のいい田舎に作るべきだっていうようなことを書いておられましたから、持ってる方お読みになってみてください。読まれた人もいるでしょうか。14、5人の常住者っていうとそれほど生活維持するためにお金かからないで済みますね。で来られたら面倒見てあげて、まあ、ね、2、30人来られても14、5人いたら面倒見てあげるでしょ。で年に数回ね、100人とか200人とか集まってもらう大きなリトリートやって、アーナーパーナサティとかサティパッターナを教えてあげて、で時には病気の人も集めてね、健康になるためのその仏道の呼吸瞑想法とかそういうのも教えてあげたらいいっていうようなことを言っておられるんですが、まあ僕らも、まあ、大塔村の方で一つ、まあ、核はできてるんですが、それからなかなか発展しますよね。作ったならそれ以上人集まりそうになったら他に誰かが中心になって作って散っていったらいいと思うんですね。人間人間距離が必要ですから散って作っていったらいいと思うんですね。大きくなると大変です。その釈尊がこのように言っておられたけども、この相談は世において容易には見られないようなそのようなものですって、一体日本の宗派で仏教の 宗派でね、そういうのあるでしょうかね。無益なおしゃべりせず無駄なお話せずね、ドネーションしたら霊的にいくらでも返してくれるって、そんなのあるでしょうかね。なかなかないんじゃないかと思います。大きくなると必ず維持する方が先行しますんで、ね、難しくなるんですよ。ですから小さくまとまっていったらいいと思うんですね。そういう意味ではいつでも言いますように、内山老子とかそのお弟子さんね、串谷修則さんのところとか、奥村昭和さんの関係のお寺さんとか、小さくて、まあ、座禅中心、接心中心でね、いいんじゃないかと思いますね。あれも大きくなっていってごらんなさい、大変になると思うんですよ。小さいうちが花だと思うんです。修行僧の皆さん、この相談はどんなに遠くからでも食料を携帯して訪ねるに値するような、そのようなものです。まあ皆さんもうちに来るとき食料を携帯してやって来られますけれどもね、まあそれでも見るべき教材あるしね、瞑想するには空気も水もきれいなところだし、そういうところにね、遠くから、まあ食料は携帯しなくていいんですよ、遠くから来てもね、来た価値があったっていうような自然環境のよろしいところに作った方がいいですよってティークナットハン先生も言っておられますね。まあうちは無益なおしゃべりもしますしね、あれこれですね、最後だけは食料を携帯して来てもらっても、一回は来てもらえるような価値あるところありますので、まあよろしかったら暇あったら来て、ご自分でね、今回学んだこと修行されていったらいいと思います。またおそらくは日本でもそうないぐらいいろんな大師方の本たくさん集めてます。ヨーガ中心、仏道修行のもだいぶ集めてますけどね、特にヨーガのは僕の方で誰かにこだわこうなんていうんでしょうね、組みせずいろんな大師方の集めてます。ヨーガだけじゃなく、そのシーク教徒の中でも偉いグルがいたらその方の本全集取り寄せるとかして、かなり集めてます。偏らず自分では読まなくても集めてます。っていうのは皆さんが来られた時にね、バイブレーション、例えば本読まなくても写真載ってるでしょ、グルのね、そしたらこの人はなんとなく合いそうだっていうような、こう相性の問題のためにたくさん僕並べてるんです。全部やるんじゃなくてね、で相性のいい人を選んだならそれにどこまでもついていったらいいと思うんですね。まあそういう意味では皆さんからの錠剤でですね、皆さんにお返しできるようなものは揃えてますし、もうちょっと大きくできればね、もうちょっといろんな仕事できるかなと思います。まあ、木は熟してきているように思いますので、だんだんそうなっていくでしょう。で、この時間はここまでですので、その、まあ、釈尊がですね、これからアーナーパーナサティを教えるにあたっての状況、風景、描写だと思って、そういう雰囲気の中で釈尊はこれから述べる修行法をですね、教えられたんだなっていうことなんですね。じゃあね、さっきのジャンシールシャーファの続きをやって、その次からアーナーパーナサティに息の観察に入るときに呼吸法の説明も入れていきます、明日からね。
で残りの時間を利用してさっきのジャーヌシールシアサナの反対側やってませんので気になる人もいるでしょうから、アーサナはね左と右均等にやんなきゃないっていうのはあれは迷信ですからね、あんまりあそういう刷り込みは忘れちゃったのにって。で均等にやったって歪んでる人が均等にやったら歪みを均等にするだけですから何もなんだそれでとにかくねアーサナちょっとやって座ってたならね背骨まっすぐなってきますんでそれが均等っていうことね。まあでも右側もやってさっきの復習ともうちょっと先に進めたいと思います。じゃあ足伸ばしてください。で最初前かがみになって腰のあたりを緩めてください。で無理やりこう行こうと思わずにねこう自然に行ってこれぐらいに、で膝が浮きそうになったら浮いてもいいんです。とにかく楽にだらんとしてその状態でこの腰のあたりそこを少し伸ばし気味にして、ですからこうやってじーっとしてるとだん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 下がっていくと思いますが、それも自然に任せてやっていく。それから息を吸う段になったら上体を起こして今度は左足を引いていってかかとの方に持っていってください。いやかかとをエイングの方に、まあ、体の方に近づけるっていうかね、エイング当てるとなるともうエイング乗っけてから下ろさないといけないですから、そこまでやる必要ありません今は。じゃあ体を前に倒して左手で足の親指を掴んで右手の人差し指で足の小指を掴んで、上体の振り付けはせずに息を吸いながら足先を手前に引っ張るのと息を吐きながら緩める、息を吸いながら手前に引っ張るのと息を吐きながら緩める。もちろんこれ足が伸びない人は膝を曲げてもいいということですね。で次ぐらいから息を吸ったなら顎を軽く上げてみて上体の反り上げを少し入れてみて、息を吐きながらごく自然に前に倒れながら足先をちょっと緩めてみる。息を吸いながらまた軽い気持ちで顎を上げていって、それから背中を少し反らせてみようかなと思って息を吐きながらまた自然に前に倒れていく。繰り返していけばだんだん反り上がるし前にも曲がるようになります。息を吸いながら顎を突き上げていってもう少し反ってみようかなと思って、次息を吐きながら前に曲がっていくときに手の交差を作りますから、右手の人差し指で足の親指を、左手をなるべく右足のね右側の方にこう遠くに伸ばしていったらいいです。で前に倒れながらさらに息を吐く段になったら足先引っ張って顎も引いて背中を丸くしますね。最初は軽めに息を吸いながら足先緩めて体を前に倒していって、さらに息を吸いながら顎を上げていって足先引っ張って背中も少し反り気味にして、はい、以上の前曲げと反り上げを自分の息で繰り返してください。で反り上がったり前曲げ終わった後自然に息が止まるような方はその姿勢を少し保持しておいたらよろしいです。でその次息を吸ってね上体をこう反り上げていったならね、反り上げたまま息を吸ったり吐いたりこのポーズを保持しておきます。このまま足引っ張って顎を突き上げたまま息吸いますね。息を吐くときにちょっとはこう足先緩めて、まあ、背中もちょっとは緩めてもいいですが、また息吸うときにね余計足を引っ張って顎をもっと突き上げるということは首の後ろをこう縮めるような感じですね。それでねじっとしておく。息を吐く段になったらちょっと足緩めて背中も少しだけ、あるいは首の後ろちょっとだけ戻す。ですから反り上げの形をしばらく保持する方法、今までやってませんがこれを今回入れていきます。でその次息を吐く段になったらさっきの前曲げやっていって、
で、さらに息を吐きながら足先引っ張って顎を引いて背中を丸くしますね。そしたらこの姿勢を保持したまま息を吸ったり吐いたりしてください。ですから息を吸った時にはね、余計こう足引っ張って背中をギュッと広げるような感じですね。で、息を吐く時には足先をちょっと緩めて背中もこうちょっとリラックスさせる。また息吸う時にはギュッと引っ張って背中全体を突っ張らせて、まあ、いわば背中にプラーナがいっぱい入ったっていう感じで、息を吐く時には老廃プラーナが背中からも出ていってこう縮まっていくような感じ。前曲げの姿勢を息を吸いながら吐きながら保持しておく。で、その次に息を吸う段になったら足先緩めて体を前に倒して、さらに息を吸いながら先ほどの反り上げ作って、息を吐きながら前に倒れていきながら手の交差を振りほどいて、左手で親指を、右手の人差し指で足の小指を掴んで前に倒れていったならば、息を吸いながら足先を手前に引っ張るのと息を吐きながら緩める。それをマイペースで行ってください。何回か繰り返してください。で、これやっていくとだんだん深まっていく人は肘を開いていってね、開くと体が前に進んでいきますでしょ。その状態でね、顎、額じゃなく顎をつけてこうせり出した状態でね、息を吸ってギューッと引っ張ると余計ここが進展して、まあちょっと辛いですがね。で、息を吐きながら緩める。で、さらにまた息を吸いながら肘こう出そうと思うとね、体が前にぐんと伸びていくんですよ。その状態で引っ張るとこれは辛いですが、少し辛い状況を作っておいて緩めるってやると、だん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 腎膀胱系がこうよく進展するようになってくるんですね。まあ、そのようなことも試してみたらよろしいでしょう、進んでる方は。で、苦しくなったら息を吐くときに手を離して、また額を膝に乗せてね、すねか膝あたりに乗せて、ただダラーンとリラックス。で、息を吸う裏になったら上体を起こしていって、両膝に手を置いて右足をリラックスさせて息の観察に入ります。この状態の息の観察でも考え事が出てきたら手放していくという拡速はやっていかないといけません。それから任意の座法に入ってます。ちゃんとした昇進探座での息の観察に入るわけですね。まあどうでもいいですが、右足引っ張ってきて座りたいように自分の足踏みなさりたいようになさって、腰をよく入れて昇進探座なさってください。そうしたなら手もどうでもよろしいです。北海上院でも、あるいは岡田式射手でも、両手組み合わせでも、ムドラー組んでも何でもいいですから、昇進探座したと思って、あとは息を吸って息を吐いて、それをじっと眺めていく。思いが出てきたならば手放していく。ただそれだけを行ってください。じゃあ鐘の音入れますから、それを聞き終わったなら息の観察に入っていきます。雨の音で聞こえにくかったですか？
まあ、このようにしている時の息の仕方とか思いの手放し方とか、それは明日からの講習で詳しくやっていきたいと思いますので、今日はですね、とにかく十二時法語というものを作って、それに従って修行していけばいいということと、その修行の内容ですね、はアーナーパーナサティを中心に据えていったらどこにでも行けるし、アーナーパーナサティをどこまでも続けることもできると、まあ、その2点ですので、それだけでもしっかり覚えておいてください。では次、息を吐く段になったならば、腰、背中、首、頭の力抜いてだらんとリラックスして、まあ、足伸ばしたい方は伸ばして構いません。まだ足痛くなってないと思いますけれども、で、息を吸う段になったら上体を起こして目を開けください。じゃあ時間が来てると思いますので、この時間帯はここまでにしておきます。どうもありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。で、アーナーパーナサティに入る前にですね、さっきの時間帯でやれませんでしたジャーナシールシアーサナの続き、昨日からの続きをやりたいと思いますので、最初アーサナを少しやります。じゃあ昨日の続きですが、そのまず左足伸展させて、その右足のかかとですね、陰部に引き寄せてもいいですが、今回は乗せられる人はこう乗せてみてください。太ももの上に乗せてみてください。で、どれぐらい深く乗せるかはね、その人の力量に応じてですから、まあ、目安としてはですね、この足の甲がありますね、足の甲をその太ももの、ね、中心に据えるような感じですかね。ですから、この足の親指がね、まあ、左の太もものね、一番端ぐらいに来るところ、その辺を目安にして、それ以上無理やりこうやろうとかね、足首を乗せようとか、そんなことは考えなくてよろしいです。で、あんまりこう、ずれそうな人は無理しないで、かかとを円に引き寄せるぐらいで、まあ、ほどほどのところでよろしいですね。で、この状態から体を前に少し倒していきますが、で、それ、辛い方は少しやっぱり膝を浮かしておいても構わないということです。で、そこから右手で足の親指を取って、左手での人差し指で足の小指を取る。ここまでは一緒ですね。で、まずこのような足を乗っけた格好でも引っ張りと緩めをやるところは一緒です。じゃあ息を吸いながら足先を手前に引っ張って、息を吐きながら緩めます。状態は自然にしておいてください。息を吸いながら足先を引っ張って、息を吐きながら緩めていきます。息を吸いながら次は上体を少し反り上げるようにしていって、息を吐きながら足先を緩めながら、体も自然に行けるところまで前に倒して、息を吸いながらまた足先引っ張りながら、顎を突き上げて首の後ろをこう縮めるような感じにしていって、息を吐きながら足先を緩めつつ、体も自然に前に倒していく。また息を吸いながらゆっくりと足先引っ張って上体上げていって、次前に倒れる時に手の交差を作って、そのまま前に倒れていった後、さらに息を吐きながら顎を引いていって、足先引っ張りながら背中を丸くして突っ張らせていきます。息を吸いながら足先緩めて、体を前に倒していって、さらに息を吸いながら今度は上体を起こしていって、顎を突き上げる、そして首の後ろを縮める、眉間のあたりに視線を定めてみる。で、息を吐く段になったら足先緩めて、視線はもうずっと固定したまま、眉間を見つめたまま前曲げと反り上げを繰り返していきます。ではマイペースでの前曲げと反り上げを繰り返していってください。
自分の息の長さに従って一息で反り上がって一息で前曲げに入らなきゃいけないですから、あんまりゆっくりやって途中で息吸い継いだり吐き継いだりしない方がよろしいと思います。でその次息を吸いながら反り上がっていった方は、その最後の反り上げの姿勢を保持したままそこで息を吸ったり吐いたり、反り上げの姿勢の保持を行います。で息を吐いた時にはちょっとぐらいは体を緩めてもいいですが、息を吸った時にはさらにこう反り上げて、ですから顎も突き上げて首の後ろも縮めて、さらに眉間の高いところを見てみよう、目を閉じたままでいいですから高いところを見てみようって厳しくこの反り上げの姿勢を仕上げていくわけですね。で次息を吐く段になったならゆっくりと足先緩めて前に倒れていって、で自然にさらに息を吐きながら足先引っ張って前曲げの姿勢を完成したならそこで息を吸ったり吐いたり、息を吸った時にはぎゅーっと足先引っ張って背中全体にこうトラウマが満ちた感じ、息を吐く時にはね少しぐらいこう足緩めて体も緩めても構いませんが、また息を吸う時にねぎゅーっと引っ張って、普通だったら息を吐いて前曲げを作るところを息を吸いながらこの前曲げの姿勢を厳しく仕上げていくわけなんですね。で次に息を吸う段になったら足先緩めて半分ぐらい体を前に倒していって、さらに息を吸いながら反り上がっていって、で息を吐きながら前に倒れていったら前曲げじゃなく自然に倒れるままに前傾姿勢ですね。頭をその自分の左足の上に持っていって、で今は手の交差そのままにしておいてください。それでもう肘どっちもついている人はいいですが、まだ左肘しかねこうついてなくて右肘浮いている人は息を吸ったり吐いたりしながらね、このついている左肘を少し前に出して体を少し前に送り出すようにして右肘をねやや床に近づける、まだこう浮いてますね。でしばらくまたじーっとしてるわけです。息を吸ったり吐いたりしながら、でまた次息を吸うか吐くらになった時どちらでもいいですが、左肘をもう少しこう前に出してみてね、前と横にこう張り出すような感じにして腰から前を少しこう送り出すような感じですね。そうしていって右肘をこう床に近づけてみてやると、いつかこうピタッとどっちの肘もですねこういう姿勢でつくようになるでしょう。辛い人は足先ちょっと緩めててもいいけども、引っ張ったままねということは足の裏かなり緊張してますね。それで吸ったり吐いたりってこの姿勢をずっと保持しておくわけですね。これがジャーヌ・シール・シャーサナの一般的に言う最終姿勢の保持ですね。僕はそこに行くまでに前曲げ反り上げとか途中での反り上げの姿勢の保持とか前曲げの保持とか入れますが、これでねじーっとしてたらよろしいんです。辛くなったらね少し足先を緩めたらいいんです。これでもし辛くなっている人はこのように足先緩めますが、そしてちょっと緩めたらね余裕ができるでしょう。そしたらまた息を吸う段になったら引っ張っていってぎゅっと引っ張ったまま、そしてまたじーっと保持しておくわけです。そして眉間か頭の中心に一点集中する、そのようにやるとアーサナのハタヨガの最終姿勢の保持とダーラナー一点集中、ラージャヨガの第6番目のダーラナー、それがどちらも成立するわけです。そのようにしてダーラナーをこう続けていって、次息を吐く段になったら手を緩めてもらって、そうして息を吸う段になったらゆっくりと上体を起こしていって、両膝に手を置いて左足はちょっとパタンとリラックスして、今眉間か眉間の奥に集中していたならそこにさらに行念し続ける、ダーラナーし続けますね、数呼吸の間。そうしておいて例えばこの伸びている左足を持ってきて
足の上、右足の上に上げると結跏趺坐、それから下に敷き詰めると半跏趺坐になりますね。どちらでも構いません。どちらでも構いませんから、そのままで正真端座して、例えば眉間あるいは内容部に一点集中してダーラナーシ続けるか、息の観察をやる。そうするとアーサナから、もし皆さんが息の観察をやればアーナーパーナサピエっていう行法が成立しますし、あるいは単に一点集中、ラージャヨガでいう一点集中ダーラナですねを選ぶならば、アーサナからダーラナーへ、ラージャヨガのダーラナーへという行法になるわけです。ですからアーサナを必ず息の観察アーナーパーナサティの方に持っていくか、あるいはラージャヨガのダーラナー一点集中に持っていくかするならば、ハタヨガとラージャヨガの仕切り、あるいはハタヨガと仏道修行の中で、最も基本的なアーナーパーナサティの仕切りがなくなってスッとつながるわけですね。アーサナをもっと必要とする方は、その右側進展のアーサナもやって、それからこう任意の座法に入って座りをやったらそれでよろしいと思います。で、座りをやっていて足腰に苦痛を感じたなら、またアーサナ、ジャーヌシールシャーサナばっかしても構わないんです。ジャーヌシールシャーサナとね、このような座りを何遍繰り返す、そういう方法でも構わないと思います。アーサナあんまりたくさん数はやる必要ありません。丹念によほど大事なものを仕上げていく方が賢いですね。じゃあ次、息を吐くだになったら目を開けてください。で、ジャーヌシールシャーサナね、最終姿勢をもっともっと長く保持してもいいんですが、それは皆さんがご自分でおやりになればいいことですから、こうやって今最終姿勢皆さん作ってもらいますよね。で、これをじーっとやってて、足引っ張ってね、両肘ついて、右足も乗せて、この太ももを圧迫して、自分の腹部をも逆に圧迫して、下上どっちも圧迫して、ですからマニプラチャクラをこう刺激しておいてね。それでこうやって、僕の場合は頭の中心、この場合なんですが、ここで僕の場合にはクンバカも入れますけども、こういう姿勢で息吸った後で、クンバカやって頭の中心にダーラナーするんですが、そういうことも入れていってね、その後起きたら僕はもうこれ やめてすぐこう組んで、そのまま起きる時もね、ここから起きていく時にも、足を動かしている時にも頭の中心に捉えつつそのままやってますので、座った時にはもうそのままダーラナー成立しているっていうふうにやってますけどね、そのようにやっていけばそのアーサナも大変役に立つと思うんですね。あとまた時間があった時に右側でやって、さらにクンバカも入れて仕上げていきたいと思います。じゃあアーサナにそんなに時間取れませんので、アーナパーナサティの方に入りたいと思いますので、このテキスト出して、でこの時間帯は21ページからです。予定としてはですね、そこから29ページまで行きたいと思います。じゃあ21ページ行きましょう。修行僧の皆さん、この相談の中にはアラカン、アラカンというのは皆さんもよく聞くと思いますが、パーリ語ではアラハンと、それからサンスクリットと、サンスクリット語ではアルハトと言いますね。となり、ロっていうのは煩悩のことです。心の汚れって分かりやすく書いておきましたが、で、煩悩っていうのは何でしょうね。悪いこと考えるとかそういうことでしょうか、ね、その一点集中していない全ての思いを煩悩というわけです。ですから雑念妄想ってよく言われますがね、その雑念妄想っていうと悪いと思うでしょう。ロっていうとね、漏れてる、心の汚れとかいやらしく思いますがね、その一点集中から外れたこと、全ての思いですから、いいこと考えてもろうなんですよ。座禅してて、これから僕が息の観察やってくださいって言った時に、皆さんがね、社会福祉のこと考えててもそれはローなんですよ。全ての思いはローなんです。漏れ出てくるわけでしょ皆さんの頭から。
炉、まさに染み出て漏れてくるわけですね。計らいです。いいことしなきゃ、ねばならないという刷り込み。じゃあ皆さん、どうしてね、社会福祉のことを考えるのかって言ったら、そういう刷り込み、社会の中で生きてて受けたからでしょ。そこから自由になってるならば、そういう思いすら出てこないはずですね。で、社会福祉やるべき場じゃないのに社会福祉のこと考えてるっていうのは、いわば遊びなんですね。悪いけどね、こんなこと言ってね。で、そんなこと考えなくても、その場に行ったら福祉できる人が社会福祉家です。で、炉っていうのはあらゆるその一点集中から外れた思いだっていうことですが、まあ、心ではここでは普通訳されるように煩悩、心の汚れって書いてありますが、なく苦境を得てなすべきをなしっていうのは、苦境っていうのはもう究極の境地っていう意味ですね。サーク行動老子の表現で言いますと、行き着くところへ行き着いた人生っていうことですね。それを得てなすべきことをなし、つまり今生生まれてきて自分のなすべき本務ですね。私はこれをなすんだっていう自分の業をはっきりと認知認識して、それを一瞬一瞬、労なく、計らいなく、余計な思いなく、一瞬一瞬、食べるときには食べ、寝るときにはね、行するときには行し、そういうことをできる人のことですね。で、そういうことをできる人がその重荷を下ろしているわけです。そういう修行しないですね、朝何時になったら会社に行かなきゃないとか、何々しなきゃないってねばならないで生きてるのは、もう社会のすり込みのままに流されて生きてるわけですから、重荷を担ってるようなもんですね。重荷を下ろしてみたらいいんですね。思考前に達し、思考前っていうのは自分のやるべき業、それを一瞬一瞬果たしている人ですね。すべての決、決っていうのも煩の炉も決も同じことです。三要じゃなくて言いますかを滅し、ですから煩悩っていうのはね、その誰にでもあるんですよ。煩悩がなくなるっていうことはないんです。エネルギーの形態としてはあるんですが、それ使わないで一瞬一瞬やるべきことをやっていったなら、その他の余計な思いが出る隙間がなくなるので、滅した状態と同じになるっていうことね。そこのところ、ラーマナ・マハリッサンは全ての思いを破壊するって言ってますけれども、まあ滅するとか破壊するとかそういうことじゃないんだってよく禅宗の人たち言いますが、それは言葉であってね、言っておられるところは一緒なんです。ラーマナ・マハリッサンが心を破壊するって言ったなら、道元禅師のひしりよっていうことと同じことなんです。だから表現の違いで他宗をですね、批判するようなのは、まあ、そういうことを読むとですね、あ、この人はこれぐらいしか修行できてないんだなってすぐ分かるわけなんですね。万境起逸でして、真我意識、真我の完全権限に達した人は全部知ってるわけですから、そういうことにはもうとらわれなくなってるんです。そういうことから見ると、洋画の世界の人も禅の世界の人もだいぶ内山老子たちですらね、そうじゃないんだって症状を批判したり、洋画のそういう禅、座禅のとと道元禅師の、我が道元禅師の士官方は違うのであるっていうことを書かれたりしてますけども、ちょっとやっぱりその辺僕引っかかるところもありますね。非思量と心の破壊とか同じことで、言葉の問題ではないんだっていうね、表現されたその言葉の世界で引っかかるっていうのは、意識が粗雑な世界で遊んでるわけですから、ね、もっと奥に入ってみたなら分かり合えるはずなんですね。妙智を備えた下脱したビクたちがいます。ですから、この4ヶ月のリトリートをやってるその中にですね、釈尊がですね、もうブッダになった人がいますよって言ってるわけです。私と同意のブッダになった人たちがいますよっていうですね。アラカンっていうのは最高位ですから、まあ、症状においては最高位とか何とか言うけれども、この場合にはブッダって釈尊が言ってる、このアラカン、アラハントっていうのはブッダと同じことですね。修行僧の皆さん、そのようなビクたちがこの相談には本当にいるのです。で、まあ、褒めるのとそうなりなさいっていう励ましとどちらもあるんですね。修行僧の皆さん、この相談の中には、欲、頓、真に、真剣、義、開言、主、あるいは開言、樹という五家分結をすべて立つ。五家分結とだけしか出てないんですが、で、それだけじゃ分からないと思うので、一応、その5つの内容を入れておいたんですが、それでも分からないところあると思いますので、中村先生のですね、辞典とか引いてください。で、この辺に関しては、ティク・ナート・ハン先生のね、解説のところでもうすでに吹田ではやってしまってますので、ここで僕も詳しく再説する時間ありません、残念ながら。
それでこの本の解説テープに入ってますのでね、それでこの本で出てきたところでやったところね、5月6月7月で終わってるんですね多分ね。でその辺の5月6月7月のテープ聞いてもらったらですね、ここからあれこれ出てくるそのアラカンとかですね、その後右の22ページにとかね出てくる一来とか夜とかね、その辺も全部ツイッターで一応説明させてもらいましたので、ここでもう一度できませんので、聞きたい人はそちらのテープの方に頼ってください。かこのハン先生の中ですね、最後に英訳の中出てますが、英語で中出てますから、それも全部読み込んできましたので、そちらをやってみてください。あるいは仏教辞典買って自分で読むかですね。ここではあっさりそういう人たちがいる、いろんなレベルの人たちがいるっていうことを分かってもらえれば、それで今は結構ですので、彼岸に到達して、そこからこの輪廻生死の世界に不現、もう戻らなくてもいいっていうことですね、となったビクたちがいます。彼岸に到達してっていうのはどっかに行ったんじゃないんですよ。そういう境地に到達して、そこからもう外れなくなった人たちがいますっていうことですね。どっかに行っちゃうんじゃないですよ。彼岸っていうのはここにしかないんですよ自分にしかないんですよ。自分と共にしか。修行僧の皆さん、そのようなビクたちがこの相談には本当にいるのです。まあランク付けするとそのアラハンとアラカンのその次っていうことなんです。22ページですから、思考しかっていうふうにありますようにね、その最高位がアラカン、その2番目が不現、不現化を得た人っていうですね、今度は3番目出てくるわけです。修行僧の皆さん、この相談の中には真剣義開言主という三欠、三つの煩悩です。欠っていうのは煩悩執着ですね、その結ばれたもの、それをほどけば単なるエネルギーの形態ですから、怒りもですね、自分で怒りを収めてニコニコしたら笑いのエネルギーになるでしょ。怒るというのも自分の心身のエネルギー、ニコニコするのも自分の心身のエネルギーでしょ。ですから怒りそうになったり、あるいは笑いそうになったり、泣きそうになったり、全ては自分の保有しているプラーナというエネルギーのいろんな形態現れでしょ。でそれを縛っていて、どうしてもこう言われるとこう怒りたくなるとかね、こう言われると思い出すと悲しくなるとか、このことを思い出すと楽しくなるっていうエネルギーのね、このほどけた状態からの結ばれ方があるわけです。欠の仕方がその人に習慣となってあるわけなんですね。刷り込みとしてね。ですからそれが執着なわけです。それほどいてみればね、悲しくも嬉しくも何ともないっていう単なるエネルギーの存在になっちゃうわけですね。まあ、そういう欠、執着をすべて断ち、頓陣地という三毒を希薄にして一来、もう一度この世に戻ってくればもうそれで済むという一来となり、もう一度だけこの世に帰ってきて苦に終止符を打つビクたちがいます。まあその辺まで進んだ人がいますっていうね。で一来って言ってもスイタで言いましたように、もう一遍生まれ変わらなきゃないってことではありません。そのまま修行していって完全にほどけてしまったなら、もうアラカンになるわけですね。ですから一来とかっていうのは後からの分類でしてね、あるいはまあ本当に弁法なんですよね、方便なんですね。説明の仕方上そうなっただけの話でね、必ずしももう一度生まれ変わらなきゃないってことじゃないんです。ほどけるのは今一瞬ここでほどけたらそれで終わりです。修行僧の皆さん、そのようなビクたちがこの相談には本当にいるのです。修行僧の皆さん、この相談の中には真剣義開言主という三欠をすべて断ち夜となり、俗悪に落ちることなく欠場して昇格への聖なる流れに心身を預けて前進しているビクたちがいます。まあ夜っていうのはそのブッダとなった人たちですね、その人たちが行っている修行生活、そういう流れ、聖なる流れに自分の心身を預けて心不退行不退の修行生活に入った人を夜というわけですね。修行僧の皆さん、そのようなビクたちがこの相談には本当にいるのです。23ページで、そこまではまあいわば修行者のランク付けですが、そこからあとはですね、まあ37菩提分法の内訳みたいなものですね、修行形態のことに関しての説明です。
修行僧の皆さん、この相談の中には信念所、受念所、信念所、法念所からなる四念所、サティパッターナの主従に専念しているビクたちがいます。でこのサティパッターナに成功するためにはですね、アーナーパーナサティをやったらいいっていうのがこのアーナーパーナサティスッタ の趣旨ですので、そこを今回一番眼目にして僕ら修行していくわけですね。修行僧の皆さん、そのようなビクたちがこの相談には本当にいるのです。修行僧の皆さん、この相談の中には断断、律儀断、随語断、手段からなる師匠言の主従に専念して、括弧内書いてあるのは一応原則としてパーリ語を載せておきました。サンスクリットじゃなく、まあ、これは南方仏教の経典ですのでパーリ語で書かれてますので、サンスクリットはよほど必要な時だけ、ビジャーというと皆さんビディアという単語の方を知ってるだろうと思うので、ビディアとかは載せておきましたけどもね、その他は皆さんあまり馴染んでないものに関してはもうパーリ語しか載せてません。中村はじめ先生の辞典引くとパーリ語じゃなくサンスクリットの方がほとんど載ってますので、サンスクリット知りたい方はそちらの辞典等にお寄りください。で、師匠言の主従に専念しているビクたちがいます。修行僧の皆さん、そのようなビクたちがこの相談には本当にいるのです。だんだん律儀団、随語団、手段と言われても何のことか分かりませんでしょう。でこれに関しては僕白浜の方でずっと講習会やっててね、八正道終わってその後師無量心慈悲記者終わって、この前師匠言だんだん律儀団、随語団、手段も終わったところなんですね。で90分テープ作ってありまして、そこから60分テープ作って、でそれ今加藤さんにテープ起こししてもらってますので、でそれワープロで売ってですね、それから目で見る教材も作って、オーディオはもうできてるんです、マスターとか、ね、でそれ通信教育で来年から始めますので、37五大文法やりたい方はヨーガバーシティのですね通信教育受けていってもらったら全部勉強できるようになってますので、もちろん修行として知識じゃないです。だんだんっていうのはどういうことかとか、そういうことじゃないですよ。だんだんをどのように行ずるかっていう、その行法知のテープですねとかできてますので、また来年ご案内いたします。修行僧の皆さん、この相談の中には欲迅速、精進、精神じゃないです、精進迅速、心迅速、思迅速、あるいは思慮迅速からなる思迅速、チャッタロイッディパーダの主従に専念しているビクたちがいます。修行僧の皆さん、そのようなビクたちがこの相談には本当にいるのです。で例えば何十人かおられますとね、やっぱりアーサナ必要な人もいるしね、プラナーヤーマ必要な人もいるし、瞑想必要な人もいるし、心眼の探求必要な人もいるでしょう。ですから当然相手の状況を見極めることができる指導者っていうのは適切なものを与えるはずですね。まあやるほどこれしか知らないって言えばそれを押し付けるんでしょうけども、本当はその人が本当に今必要とするものを紹介してあげたら、お伝えしたらいいわけなんです。こういうのありますよ。ですから質問ないときはあまりこっちから言わない。昨日も、加藤さんからあれこれ質問あったので、スバラヨガって脳波を沈めるプラナ、脳呼吸法っていうのがあるんだっていうのを話してたんですけどもね、夜に。で、皆さんが進歩すればそういう業法を僕の方で紹介するでしょうけれども、そこまで行ってない場合にはこういうのありますよって僕はあまり先のことは言わないんです。今回これアーナーパーナサティとね、アートナビチャーラの触り合ってるのはもう平方以来ずっとやってきて、もうこれに入ってここでずっとやっていったらいいですよっていう意味ですね。ずっとやってきた方を主に対象にしてます、ほとんどそうなので、で皆さんが またこのままやっていってくださったら、多分来年になったらその四念処サティパッターナの経典こう作ってやると思います。テラーマナ・マハリシさんの他の本もっとアートナビチャーラ入れていくと思いますので、皆さんのレベルが上がったらっていうので、まちまちですので、それは途中息の観察の仕方とかアーサナとか途中放り込んで補っているんですが、全体レベルの時にはある程度妥協してやらないといけない。平瀬とかに来てもらって4、5人グループの時には4、5人のレベルに合わせてやってるので、全く全然違うスタイルになったりしますので、僕は自分でやりたいからやってるんじゃなくて、皆さんに合わせて一応やってるんだとお考えください。
まあ、もちろんこっちでラマのハリスさんやりたいからっていうあれもあるんですけど、ね、そしたらその次、修行僧の皆さん、この相談の中には真言念上へからなる可能的力としての五根、ここややこしいですが、その次の五根と五力ですね、これは内容は真言念上へって一緒なんですね。で、五根の方はですね、前にも言いましたように根っていうのは根が張ると上にですね、茎葉を茂らせて花を咲かせて実を鳴らせるというその可能性を与える力を持ってるわけです。ですから可能的な力なんですね。で、誰にでもあるんです、真言念上へっていう可能性はですね。で、その可能性を自分で磨いていったならば、その真がですね、可能性じゃなく現実の力として働くっていうになるのがその次の五力っていう方なんですね。それでおかしいですが、可能的力としてのってカッコ内に入れておいたんです。五根の主従に専念しているビクたちがいます。修行僧の皆さん、そのようなビクたちがこの相談には本当にいるのです。で、可能性をですね、毎日毎日やっていくと本当に双葉が出て、それから小さな苗になって、それから成長して花咲いて、蜂や蝶が飛んできて、まあ交配してくれると実がなるわけですね。修行僧の皆さん、この相談の中には真言念上へからなる、今度は具体的力としての五力の主従に専念している。具体的力が出てもそれを練り上げていくっていうことが必要ですから、アナパーナサティスのやり方知りましたっていうだけではダメなんです。知ったが上にもやっていく、首相一如ですね、あるいは行事同感、どこまでも続けていくっていうことが必要なんですね。まあ、行事同感っていうのは道元禅師が言ってることですが、行事っていうのは行事していくこと、そういう道が感和ですから終わりがないんです。ぐるぐる回って終わりがないんです。の主従に専念しているビクたちがいます。修行僧の皆さん、そのようなビクたちがこの相談には本当にいるのです。修行僧の皆さん、この相談の中には念着法精進気教安上者からなる七角士サッタボジャンガの主従に専念しているビクたちがいます。修行僧の皆さん、そのようなビクたちがこの相談には本当にいるのです。で、順番としてはアーナーパーナサティやって、それからサティパッタナやって、そしてこの七角士サッタボジャンガに入るとされてますね。修行僧の皆さん、この相談の中には小賢小子小吾小豪小明小精進少年少女からなる聖八正道の主従に専念しているビクたちがいます。まあ、この八正道については、まあ、皆さんよくご存知でしょう。まあ、僕らも講習会でだいぶやってきましたね。これはもう90分テープから60分テープからビデオからも教材あり余るほどもう僕ら作ったんですね。で、テキストも今やってますので、来年から発行していきます。修行僧の皆さん、そのようなビクたちがこの相談には本当にいるのです。25ページに、修行僧の皆さん、この相談の中には自、ここから自引き者、死、無良心ですね、メッタ、サンスクリット語でマイトリーの主従に専念しているビクたちがいます。修行僧の皆さん、そのようなビクたちがこの相談には本当にいるのですって、あのね、くどいですので、その反復避けてちょっと時間節約しましょう。この相談の中には非カルナーの主従に専念しているビクたちがいます。これで慈悲と出てきましたね。その次、この相談の中には気ムディターの主従に専念しているビクたちがいます。カルナーとかムディターとかパーリ語とサンスクリットも一緒なので、あのカッコ内一つですね。その次は慈悲気の次の者ですね。この相談の中には者、ウペッカ、サンスクリットはウペッシャの主従に専念しているビクたちがいます。要するに、死、無良心、あるいは死、凡獣を主従している人たちがいますっていうね。それから26ページ、修行僧の皆さん、この相談の中には、不浄観、アスバ・バーバナーの主従に専念しているビクたちがいます。不浄観っていうのは、四念処のうちのね、心、体ね、体が不浄なものであるっていうのを見ていく修行形態です。で、この不浄観は中国にも入っていったんです。あのインドから南方にも行きましたし、それから中国にも行ったんですね。
で、ダルマ禅師が言った時点でですね、本来症状ということになって、その不浄感、例えば人間が死んでいって骨がバラバラになってですね、その骨にですね、血がついた肉の散乱したものがくっついているとか、そういうところをその念じなさい、この、まあ、頭に描いてですね、人間の体っていうのはいつかついえていくものだ、無常、常ならず変化して朽ちていくものだっていうようなことをこう観察させる不浄感がですね、そのダルマ禅師が行った段階で、その四念所がですね、まあダルマ禅師の場合には二入四入って言ってますね、離入と行入で二つが入る、それから四つの行、四つの行の基本形はその四念所なんですね。で、それがダルマ禅が日本にですね、ずっと伝わってきて、入場禅師を経て日本に道元禅師がですね、それを持ち込みましたので、こういう意味での四念所っていうのは、あの禅宗では普通はしないわけです。士官ただとか公安禅の方になっていった、神奈禅になっていったわけですね。ところが南方系ではこの相変わらず空浄観っていうのをやってて、あのティークナータハン先生もそういうのを紹介しておられますね。で、僕はこれは必要ないと思います。っていうのは、瞑想中にやるべき問題じゃなくて、普通見てたらいいと思うんです。ああ、私の体っていうのはなんと汚い、毎日食べて便が出て、便が溜まれば便秘になるでしょう、吹き出物出たりとか、その人の皮膚にですね、内臓の調子全部出ますから、わざわざ瞑想してる時にですね、死んだ状態とか思い浮かべずに、生きている時になんと自分の体っていうのは不潔なんだろうって、そう見ていった方がいいと思うんですね。現実問題として見ていった方がいい。目つむってですね、自分の死んだところイメージするよりも、今先じゃなく今ここ自分の体見ていったらいいと思うんですね。座ってられない、なんて私の内臓は不浄なんだろう、それが足に出て経絡に出てしびれる、だらしないって、今ここ見ていったらいいと思うんですね。で、不浄感っていうのはもう主観ただの中に消化されると思いますので、特別必要じゃないと思います。そういう意味では、後からこういろんな人の手が加わった四念所やるよりも、アーナーパーナサピやってた方が僕はいいと思うんですね。今ここ離れないです、今その不浄感をあんまりやりすぎるとですね、昔の掃除方みたいに本当に墓場に行ってやって、いつでも刺繍が漂ってるのでね、虎やそういう動物でさえ寄りつかなくなったって、そういう行者になっても何にも意味がないですからね。本当に不浄ですね、それはね。不浄感じゃなく不浄そのものですね。修行僧の皆さん、この相談の中には、無常僧、常ならず変化する、刻一刻全て万法は変化しているっていう、アニッチャ、アニティアというか、ね、の主従に専念しているビクたちがいます。これは見ていったらいいです。こう喋ってる瞬間にも、皆さんの細胞は死に、また新生細胞が生まれ、そうなってもう激しく新陳代謝してるわけですから、そのことは忘れない方がいいと思います、ね、で、この相談の中には、呼吸瞑想法であるアーナーパーナサティの主従に専念しているビクたちがいます。で、このアーナーパーナサティの説明に入っていくのが、このスッタ経典の趣旨なんですね。で、27ページはそのハン先生の本から取った借用させてもらった図解、まあ菩提樹のところでゴータマブッダがですね、あの出家僧相手にお説法されているところですね。で、28ページ、アーナーパーナサティについてってありますね。ここからが大事なところですね。修行僧の皆さん、アーナーパーナサティを主従し深めていけば、大いなる功徳が得られます。修行僧の皆さん、アーナーパーナサティを主従し深めていけば、四念所サティパッターナの成功に導かれます。ですから、やるべきはアーナーパーナサティってことですね。で、四念所を主従し深めていけば、七覚士の成功に導かれます。で、七覚士を主従し深めていけば、どうなるのかどうなるのかっていうようなことを今説明しておられるわけですね。完全な理解実践力である明智、ビッジャー、ビディア、知恵のことですね。じゃあ知恵っていうのは何かって言ったら、ハン先生は理解力であるって、アンダースタンディングっていう英訳をつけて、非常に分かりやすくしてくれましたね。で、理解するだけじゃちょっと足りないから、実践しなきゃいけないっていうので、僕、理解実践力って補っておいたんですね。ですから、知恵があるっていうのは、すべての状況を理解してね、それを解決する能力、実行力があるっていうことですね。知ってますよっていうのとは違いますね。ですから、アーナーパーナサティに関して明智があるっていうのは、アーナーパーナサティを行ってですね、体も息も心もほどけた状態になった人が、アーナーパーナサティの明智を得たっていうですね、
アーナーパーナー、さっきのパーリ語はここから出てましてね、英訳にはこういうのがあってね、日本語ではこういうの出てましてねって、それはね、知恵とは関係ないんです。知識に過ぎないんですね。とゲラツ、ビムッティ、ビムクティで、ムクティっていうのはほどけたっていう意味ですね。緩んだ、すっかりリラクセーションを得たっていう意味ですから、それが体、息、心、つまり体のブッダ、息のブッダ、心のブッダ、人間存在のすべての領域にわたってほどけた人ですから、下脱した人を仏っていうわけですね、が完成されるのです。ですから仏になるための大前提がアーナーパーナサティだっていうことですね。29ページ。それならば修行僧の皆さん、大いなる功徳をもたらすアーナーパーナサティはどのように修行し深めていけばよいのでしょうか。で、釈尊は非常に上手ですねじゃあどうしたらいいのでしょうかって、まあね、知りたいと思わせておいてですね、説明するわけですね。修行僧の皆さん、それはこうなのです。ここからがアーナーパーナサティの一番大事なところです。そこからね、16番書いてある33ページですから、29ページから33ページまでが一番大事なところです。で、16項目出す前にですね、アーナーパーナサティの修行者は森に行くか木の下に行くか、あるいは空き家に行き、まあ、静かなところに行きっていうことですね。上所っていうことです。静かなところ、上所に行きっていうことですね。そこで結果不座で昇進短座しと書いてますが、これは別に結果不座じゃなくてもよろしいです。半角座でも、ヨーガのアーサナでも、あるいはシャバーサナでも構いません。とにかくその次の気づきに満ちてて、これが大事なんですね。まさに気づきを持って息を吸い、気づきを持って息を吐くのです。ですから今ここ息、さっきやった今、Now、Here、ここ、In で入れてやって、息の流れをイメージして、それを追いかけて、そこから離れないっていうこと、それがアーナーパーナサティの基本なんです。もちろん腹式や腹胸式でも構わないですよ。じゃあテキストはここまでですので、それでね、そのアーナーパーナサティやるためのですね、呼吸法があるわけですが、これにテキストに出てますでしょ。プラナーヤマって、その次の1ページからね、ナーディーショーダナから写真入りで出してますでしょ。この前にね、やるべきことって言ったら腹式と腹胸式呼吸なんです。で、ちょっとビデオ教材作んなきゃないので、一度だけ僕は上半身こうやるんだってお見せしますので、確認してね、腹胸式、腹式とね、腹胸式のね、違いね、覚えておいてください。もう11月は寒くて通りんでやれないと思いますので、1回だけしか僕もやんないと思いますので、ビデオ撮っておいてもらって、腹式と腹胸式の動きの違いですね、それやっておきますので、後でご自分でね、確認してみてください。女性は多いですからではやってみましょうってわけにいきませんので、ね、僕も見たくないですから、自分でやってる。それで僕は普通こうやってるんですが、でお腹、最初腹式ですけれどもね、息を吐くと言ったら胸は使わずにね、これぐらいまでです。で、ここからウッディアナバンダやるとかね、そういうことじゃないんです。腹式って言ってるのはそういうことせずにですね、ただ息を吐いていってお腹をほどほどに引っ込めるだけです。で、息を吸っていったなら、で、ここまででとどめておいて胸を動かさないわけですね。で、また何回かやってみますと、これが腹式呼吸のお腹の動きです。で、腹胸式、お腹と胸に入ってきますと、吐いた状態がこうです。今吸い終わった状態です、お腹で。で、これ、さらに吸おうと思うと胸使わないとできないわけです。で、ここからお腹膨らんだ状態からね、息吸いでいくとどうなるかっていうと、で、胸が膨らんだ時にはお腹は引っ込むわけです。ですから最初は腹式でお腹
出しますが、腹胸式に移った段階ではね、お腹は引っ込んでいって、それから胸が開いていくということなんですね。で、胸が開いた状態で息吐いていくときには、最初引っ込んでいたお腹が戻って、それから胸とお腹と一緒にすぼんでいくわけです。そこのところ連続でちょっとやってみます。今吐いた状態で、ね、でこれにクンバカ入れていきますと、こんな長さになっていきます。で、今吐き終わった状態で喋ってますので、クンバカ入れませんが、その次吸った後、胸開いた状態でほどほどのクンバカしておいて、で吐いていってお腹引っ込んだら四足ですね、吐いた後のクンバカ、冷茶かクンバカも入れていくと、1回の長さはだいたい僕の場合はこんな風になります。これで1ラウンド大体ですね。まあ、そんな風になっていくわけです。で、腹式と腹胸式の、違い、大体お分かりいただけたと思いますので、特に腹式呼吸、腹胸式の時ですね、最後、お腹引っ込んで、こうなってるんだっていう、それで、お腹緩んで、それからもう一度引っ込んでいくんだっていうところですね。そこは、ご自分で確認してやっていって、その腹式とか腹胸式呼吸ってね、それだけで息の観察やっていってもよろしいわけですね。それプラス、アヌローマビローマとか、パラーナシュッディとかね、マハーナービシュッディとか組み合わせていったらさらに結構かと思います。じゃあ時間来てると思いますので、最後に皆さんも息の感想をやって、何でも構いません、口でも呼吸式でもその他の呼吸法でも構いません。じゃあ息の観察にお入りください。
で、腹胸式呼吸を用いていても息の観察が深まると、さっき僕がデモンストレーションやったみたいなオーバーのアクションじゃなく、それが非常に滑らかになっていって、だんだん気迫になっていきます。息の観察が深まると体の動きも滑らかになって、だんだんいわば気迫になっていって、無呼吸状態、ケーバラクンバカに近づいていくんですね。さっきはデモンストレーションとしてはっきりやってみせたわけですけれども、息の観察始めて数分もしてしたら、僕はあんなことはやってません。あれをごくもっと平らかにしたような感じで、ただお腹も胸も使うので息が長くなるというようなことなんですね。まあ腹胸式呼吸に関しては十分ご自分でご研究ください。で、アーナーパーナサティをどうするかといういいところに来ましたので、次からそれに入っていきましょう。では次、息を吐く段になったら、どうぞ腰、背中、首、頭の力抜いてダウンとリラックスなさってください。足もほどきたいと。じゃあ時刻が来てますので、ここまでにしておきます。どうもありがとうございました。